これやっぱり来てないな。うん、あ、来た。来ました？あ、来ましたね。今出ても、じゃあとりあえず切ります。はい、すいません、何度も。はい。あ、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、今ですね、ようやく、本当に皆さん、すいません、佐伯篤です。なんと開始予告から40分近く、ちょっとトラブルがありまして、ようやくつながり、ました。つながっているはずです。それでは、ね、この間にもみんなが去っていったんじゃないかと思うので、とりあえず、やってるよっていうことを、ツイートしたいなと、そうですね、僕もツイートしましょう。思ったんですけど、ちょっと今、すみません、ライブ感が溢れすぎな。いや、なんか俺、嫌な予感したんだよね。そう、テストやりましょうよ、最初に。いや、これさ、配信設定しちゃったから、そのテストをすると、そのテストと結局、配信がまた違うことになっちゃうので、それでもういいや、なんとかなるやろって思っちゃったんですよね。あ、すいません、それではですね、本当に、皆さんお待たせいたしました。遅くなりましたが、本日は、このですね、小さな演劇の大きさについて、という、本を、出させてもらったんですけども、こちらの本を、まあ、魚、に、ジャーナリストで、編集者の、島野大輔さんと、これからですね、いろいろ演劇、まあ、現代日本演劇の、まあ、現在と諸問題についてそのお話をしていきたいと思いますということで、島野さん、本当にお待たせしました。ありがとうございます。僕も今そういうライブ感を感じながら、ね、本当にね、こう嫌な予感がしたんですよね。で、嫌な予感はしてるのに、なんとかなるやろって思っちゃうっていう悪い癖が出てしまいました。本当に皆さんすいませんでした。ということで、ですね、まあ、なんかね、焦ってる時間が長かったので、ちょっとした1時間ぐらい白熱したトークをした後みたいな気持ちに、今、僕、ちょっとなっちゃってますけども、という、まあ、ゆるりといきたいと思うんですが、まあ、最初ね、やっぱりどうしてこの本のそのトークでその島崎さんとみたいなことのを含めて少しその自己紹介も兼ねて、まあ、2人のその関係みたいな話をしたいなと思うんですね。で、その最初にそのていうか、僕本当になんかさ、その島崎君と一番最初何であどういうことであったのかっていうのがなんかはっきり覚えてなくて、もちろんそれ仕事上なんでしょうけど、むしろご存知の方も多いと思うんですけど、島崎さんはもう近年はものすごく舞台芸術の仕事もたくさんしている方ですけど、もともとは美術のアートの方の、まあ、編集者で、美術手帳などにもそのかなり深く関わっていたってことが、多分その絡みでですよね。どうですかね、そう、佐々木さんが覚えてないのと同じぐらいに、僕もすごい曖昧というか、まあ、そうなんですよ、まあ、ライター編集者としてのなんかデビューは美術手帳で、確かに。ただ、はいはい、松井美術手帳の正規の編集者とかではなくて、なんか、デイリーの業者さんみたいな。そうそう、デイリーの業者さんみたいな感じだったんですよ。で、だから、なんだろう、編集者として出会うっていうよりは、一番多分印象残ってるのはあれですね、かつて、佐々木さんがやってたブレインズ、はい、批評家養成技術の、なんか受講生として、なんというか、割とこう、出会う時間が前あれ島崎君って批評家養成技術出身なんだっけ、うん、それすらもほら忘れてるでしょ。いや、っていうかなんかさ、他の人でもその他の要素が強くなっちゃうと、うん、その部分が消えちゃうっていう人がいて、あ、そうだったんですね。島崎君って何期だったの？僕ね、多分2期です。2期。あ、
ああ、じゃあ、ヘッズでやってた時の2回目で。そうそうそう、そうですよ。だ一期がアラザルとかのメンバーでしたっけ。はいはいはい。じゃあ、あやとくんとかと同じ。いや、あやとくんと。あれ、あやとくんはその後だ。あ、片上くんと同じだよね。あ、そうです、そうです。片上平次郎くんと同じ。そうそうそう。で、ただ、まあ、その時も、その、ライターとかの仕事を始めてて、で、なんかまあ、やっぱり、あんまり真面目に通うことなく、最初と最後だけぐらいの勢いだったので、全然、ダメな学生だったんですけど、でもそのあたりかな。で、あとは、ほら、その、日岡妖精ギブス以前の第一期のブレインズで、畑中さん、畑中みのるさん、ICC のキュレーターの畑中みのるさんの講座だとか、はいはい、あと、バルボラさんの講座とかに、受講生としては参加してて。ああ、そうか、そうか。そうですね、僕らの共通の友人は、ICC のね、畑中みのるさんが結構、間にいるみたいな感じはありましたよね。うん、で、その、そう考えると、その、ひよこ妖精ギブス第2期って多分2010年とか9年とかそのあたりなので、うん、知り合ってからやっぱりもう10年ぐらい経ってるってことですよね。はい、経ってます、経ってます。でもちろん大学生時代に、まあ、それこそ多分畑中さんから佐々木さんにバトンタッチしたのかな。逆かもしれないです。逆むさびの授業でしょ。その授業のまあ、受講とかもしてはいたので。あ、そうだから僕がムサビで教えてる頃にギリ学生だったぐらいの頃ですよね。そうです。ああ、そうか、そうですね。で、もちろん、うん、存じ上げてるっていうこと。いやいや、多分そのね、ムサビ出身なんですよみたいな話は、うんうん、どっかのタイミングで聞いたりしてたと思うんですよね。うん、それでその最初だから、まあ、BT 関係の人みたいな感じで、うん、ちょっと仕事なんか一緒にしたりとか、僕もそのビステーションにちょろちょろ書いたりとかするっていう過程の中で、なんかそういうことがあったりしてたのが、うん、だんだんこのやっぱり2000、まあ、震災以後っていうふうにその、島崎さんツイッターで書いてたけども、以後ぐらいから、急激にその、舞台芸術というか、まあ、演劇なりなんなりっていうことの、そのジャーナリストとしての仕事が島崎君がすごい増えてきて、でそうするとその劇場だのフェスの会場なので、まあ、会う機会があって、でそれでなんか割と本当に別に会うつもりがなくても、まあ、会場で会っちゃったり行き帰りに会っちゃったりして、うん、いろいろ話したりとかするっていうことが増えてったっていう感じですよね。いや、そう、まさにそうで、その小さな演劇の大きさについてもこう読んで、これ3部構成になってるじゃないですか。はい、でそのラストの3部が、まあ、何でしたっけ、新しい演劇はどこにあるか、どこにあるかで、だからここの中で書かれてるいくつかの記事の現場で合ってますよ、やっぱり。そうですね、最近で言えば、まあ、響き合うアジアとかでも、はい、そうですね、隣で。あ、そう、本当だよね。隣で見たよね。てか、そもそも君に原稿エリアされたのも入ってるもん、木下歌舞伎のやつとか。そうなんですおっと思って、そういう意味ではそうですね。でだからなんかその、なんていうのかな、その僕も外から来た、舞台芸術演劇の世界には外から来た人なので、うん、そのなんかそういうところが結構こう経験として似てるっていうか、外からやってきたっていう意味でやっぱり似てる気がしていて、うん、そこの話とあとさ、なんかそのすごいよく覚えてるのは、多分その神奈川芸術劇場カートとかでなんかその話をする、うん、なんかイベントなのか感激なのか、その分かんないんだけど、その帰りに一緒にさ、その時かどうか分かんないけど、とにかく地下鉄か電車でずっと一緒に乗りながら、その島崎くんがこれから自分はどうしていこうかと思ってるみたいな、ちょっと人生相談的な話を結構こう、かなりがっつりしてた、ちょうどそれ多分京都とかにまだ行くより前だよね。ね、全然前です。 あとカートじゃなくて、もう今はなき、あれですね、朝日アートスクエアからの多分帰りだったから、銀座線で、うん、でその時僕朝日アートスクエアの多分最後の運営委員の一人とかをたまたまやってて。あ、そうだったんだ。うんうん、あ、そうかそうか。で、だからまあ、いろいろその、ライターとか編集者として、まあ、活動を始めて、まあ、その中にちょっと違う動きが生まれてきて、まあ、もちろんその演劇に、こう、について書いたり、うん、興味を持つっていう、なんか割とこう、いくつかの大きい転機のうちの一つの
時だったと思うんですけど、あその時になんかやっぱ佐々木さんにちょっとそういう話をしたっていうのは、まあ、僕も結構強く覚えてますね。そうですね、うん、あのそっか、そのあの朝日アートスクエアでその例えば蓮沼修太君とかがいろいろやったりとか、そういうような頃の、うん、あのにそのなんか中の人みたいな感じでいて、でそういうところも多分その、うん、あの共通点というか、うん、あの接点みたいなことがあったですよね。そのなんかそのやっぱすごく聞きたかったのは、その多分こう一個だけの理由じゃない、今も言ってたようなことなんでしょうけど、そのどうしてこれほどまでに舞台芸術方向に、まあ、もちろん他の仕事もしてるのもしてるけれども、そのあのそういう仕事がすごく急激に増えて、その中でやっぱりすごくいろんなあのなんていうのかな、こうそれによってまた他の全体の島崎くんの活動の仕方が変わってくるみたいなこともあったと思うんだけど、うんうん、それってやっぱりなんか決定的なこう転換点っていうかきっかけみたいなのってあったんですか？あのまあね、どこまでちょっと僕の話をするかみたいなのありますけど、あのいや転換点は結構たくさんあるとは思ってるんですよ。あの、まあ、もちろんその震災っていうものも一つの転機だと思いますし、あとその前後で特にその相馬千秋さんがディレクターやってた時代のフェスティバル東京、はい、それに関わっていた、なんかむしろ作家とか演出家とか俳優ではなくて制作者、うんうんうん、あの制作者の人とこうすごい知り合いになることがたまたまあって、それがどういうきっかけだったかももはや忘れちゃってるんですけど、なんかそういう人たちにこうある種誘われるように、いわゆるそのドキュメンタリー演劇だとか、まあ、当時そのフェスティバル東京は特にこうやっぱ力を入れて紹介してたような動向を知って、でこれはまあ面白いなというふうに思ったんです。うんうんうん、で、まあ、例えば、まあ、今僕拠点京都 でほぼ同時期ぐらいにたまたまその京都に拠点移した作家でネジピジンさん、はいはい、振り付け家のネジさんいらっしゃいますけど、例えばネジさんがあの、モチベーション代行か、コンビニの、はいはい、自分が働いてたコンビニの、あのフェスティバル東京 あのなんだっけな、名前忘れちゃったけど、なんかチャレンジ企画みたいなやつで、そうそう、アワードみたいなのがあって、うんうん、一応グランプリを取ったやつですよね。そうそうそう、でそういうものを、まあ、見るきっかけが できてきて、うん、でそれと同じぐらいの時にやっぱ現代美術、その日本の現代美術でも例えば、まあ、泉太郎さんとか、はい、まあ、あるいはまあ、コンタクトゴンゾとかもそうですけど、うんうんうん、パフォーマンス的な要素を持った作品が再び現れてきた。もちろんあの、ね、古く言えば日本じゃないですけど、フルクサスとか、うん、その、まあ、ジャドソン系みたいな60年代70年代があるわけですけど、うん、それがまたちょっと新たにこう、はい、こう再起動してきた、でそのいった作家の人たちが持ってるこう興味関心ということと、自分が持ってる興味関心と、うん、例えばそのフェスティバル東京とかで紹介される作家が体験しているもの、もちろんその中で岡田敏樹さんとかもちろん含まれるわけですけど、そこがすごくこうなんていうか、まあ、不思議にというかかなり自然の的に結びついて、うん、で自分の中でもこれについてやっぱもっと知りたいということが、はい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 、まあ大きいきっかけとしてはあると思うんですね。逆に言うと、そのだからその、まあ、僕も本当にそのすごく、まあ、本の中でも書いたし、いろんなところで公言している通り、うん、2000年代の半ばぐらいまであの演劇ってほとんど見てなかったっていうことがあって、うんうんうん、でその後に、まあ、その3月の5日間テルフィッチの3月の5日間との出会いがきっかけで、まあ、急激にたくさん見るようになったってことがあったんですけど、じゃあ逆に島野君も同様にその以前はあのそういう、こういわゆる演劇やその舞台芸術に関してそんなにその強い関心を持ってたってわけじゃなかったってことですよね。うん、なんかまあ元さらに遡れば子供の時とかに例えば割とこうなんていうのかな、左翼的な演劇を見てたりとか子供の頃に子供の時、まあ、そのうちの両親が別に左翼じゃないですけど割と、まあまあ、リベラルというか、まあ、世代的にもこうなんていうか、その社会運動とかと関わりすごい強かったので、あいわゆるなんか市民劇場と呼ばれるような、はいはいはい、まあ、ある程度こう団体があって、でどっちかというとこう進撃系の人たちですけど、うん、まあ、そういう人たちをあの招聘するしてこう感激をするみたいなのが子供の時から あったので、決してなんか最初からアレルギーがあったわけでもないし、まあ、高校とか大学の時はたまたまあの舞踏を見る機会があのあったので、
あの、あれだっけ、むさびってさ、ほら、毎年大落胆感が来てる。はいはいはい、そういうのね、ありますよ。でもね、そっち経由でも意外となくて、なんかむしろ大学の外で会った人の中で、うん、まあ、それこそ、大野さん、大野和夫さんとか、うん、その系譜を、なんていうか、あくまでもそのタイミングがあれば見るぐらいにですけどね。あ、そういう接点はあったって。ただ、まあ、それが全面的にやっぱパフォーマンスとか面白いなというか、まあ、その身体の問題面白いなみたいなことになったのは、うん、まあ、間違いなく、うん、震災と FT は大きいきっかけですし、あ、うんうん、まあ、その中で当然その佐々木さんとかが紹介していたものとか関心を向けたものっていうのも、まあ、やっぱりそのライターですし、まあ、何よりもなんか雑誌自体の洗礼を浴びて育ってきた人間なので、おのずと入ってきたというところですね、うんうんうん、なんかよくそのいわゆるアートっていうか、そのものとアートの、まあ、そのなんていうのかな、関係性の美学以後みたいな感じの、その、アートの文脈と、そのパフォーミングアーツの、新しい、まあ、ポストドラマ演劇とかさ、そういうようなことっていうのが、こう、親近性みたいなことってよく言われて、で、その、それこそ美術手帳でも、パフォーマンス的なものを扱う、ケースってすごく増えてきていて、ね、で、まあ、そういう特集とか、その、島田君が結構関わってたりとかするわけだけども、よくそういう、なんかその、ちょっとピンポン運動みたいな、その、うん、パフォーミングは舞台芸術とアートの、そのなんか、こう、相互のみたいなことがあるけども、実際にはその両方で、その、うん、を、まあ、見てるような、その、ジャーナリストって、やっぱりどうしても少なくなっちゃうと思うんですね。うん、演劇もある種の、やっぱ専門性があったりする、つまりたくさん見てるとか、そういうことがあったりするから、だからそういう、こう、なんていうのかな、こう、両方わかるみたいな、意味でも、やっぱりこう、島田君は、かなり貴重な存在だなとずっといつも思ってるんですけども、で、まあ、あとはやっぱりその今お話もあったように、本当にその天然代以後みたいな、あるいは震災以後でもいいですけど、のつまり過去10年ぐらいの日本のその演劇を含むその舞台芸術の世界のその変化や変質みたいなものっていうのを、割とその観客目線もあり、その中の人目線もあり、そのジャーナリスティックな目線もありみたいなところで、で、僕だったらそれが批評的な目線みたいなこともあるけれども、リアルタイムでそれを体験しながらいろいろ考えたり、なんかまあ時にはコミットしたり、何かしら発信したりとかしてきたっていう意味でも、すごい近い部分が実はあるなと思っていて、で、そういうことを考えると、多分そのさっきもちょっと言ってくれましたけど、そのこの小さな演劇って本当に過去10年ぐらいの間に書いたものばっかりなので、まあ、おおよそこの句に書いてあることの全てが、わかるっていうか、人みたいなこともあって、それでちょっとこう島田君にお願いしたいなと思ったんですけど、まあ、これ本当にその、まあ、言ってしまえばですよ、言ってしまえばその寄せ集めなので、本当にもういろんなところに書いた原稿を集めてみたら一冊分になったよねっていうことなんですよ。で、それ以前にそのいくつかの本で演劇のこととか演劇から考えられることっていうのはいろいろ書いてはきたけども、演劇のだけのことを書いた本ってこれ初めてなので、そういう意味ではまあ思い入れもある本なんですけど、こういかがでした、そう、本を送っていただいて、で、僕多分一番最初になんか感想としてツイートしたのが、まあ、なんていうか極めてこう雑誌であるっていうか、うん、でもそれはこの本自体が、まあ、確かに佐々木さんおっしゃってたようなその寄せ集め感っていうのがある時代 その雑誌のなんていうか文体というか雑誌の様式みたいなことという意味では、もうすでに雑誌的な本と言えるかもしれないんですけど、うん、むしろなんか読んでて本当に思ったのは、なんか佐々木さん自身がすごくこう媒体であったなというか、雑誌のような媒体であったな、うん、ていうか、まあ今もそうであるということをなんか改めて認識するような、まあ、認識させてくれるような本だなというふうにすごい思ったんですね。で、今回その、まあ、対談のご依頼をいただいて本当にまあ光栄なことだなと思うんで読み返していたんですけど、特にやっぱりその第3部のところとかは、これあれですよね、完全に全体そうかもしれないですけど、
全部時系列で並べてますか？特に第3部はそうだなと思ったんです。あのね、完全に時系列でもないんですけど、その、あの時系3部に関してはかなりその、あの要するにこう、なんていうか、あのだんだん今に近づいてくるような、うんうんうん、あの構成にしているのは事実ですね。あの完全に、厳密ではないけれども、うん、あのその理由は、その悲劇喜劇早川書房の悲劇喜劇にあの1年に1回か2回ぐらいなんかちょっとこうその状況を論じるみたいな、うん、あの今今年の演劇みたいなのの特集とかが結構ある号があって、でそれに何回か参加してた、何年か参加してた時期があって、でその原稿が入ってるの でそれやっぱりこう前後関係って重要だから、あのそれをちゃんとこう時系列に即して並べるっていうことをしようと思うと、あの他のものっていうのもやっぱできる限りそういう風にしたいなっていうのと、あとはあの島根君がツイッターでも書いてくれていたあの一番最後シティキラーとかの話で終わるみたいなのは、うんうん、もう本作ってる途中に書いたあの本作ってる過程の中で書いたものももう入っちゃってるっていう、うん、あの感じなので、それだから本当に今ここっていうところで終わってる本ですよね、うんうん、いやだからそれもこう最後まで読んでちょっとびっくりしたというか、まあ、確かにそのコロナっていう状況はものすごい大きいことだし、まあ、すでにそのコロナに関係する本、新しい新著も出てるし、まあ、かつてそのある種の感染とか伝染病を論じた本も再刊ガンガンされているわけですけど、うん、そうですね、なんか、まあ、本当にその今のこと、まあ、つまりそのシティキラーっていうそのあれですよね、本間さんでしたっけ、本間龍さんが、あ、元橋龍、元橋龍、元橋さんが伝えた作品がまさにそのコロナによってこう上演中止になった、上演中止になった作品なので、まさにその今目の前で今も含めて展開しているのが最後にあると。でそこに至るまでの10年間がこうある種の、ある種の助走っていうとこうすごく予兆的で嫌なんですけど、まあ、しかしやっぱりその歴史の蓄積がこの10年の中でもある、それをこの本がある種こう誠実に追っている、佐々木さんが追ってきたっていうことが、まあ、伝わるという意味で、まあ、非常にこうなんていうか、いや価値のある本になっているな、なったなとも思うんですが、でもそうですね、でもそのさっき言ってたその要するに雑誌的っていうのが何かっていうことだと思うんですよ。まあ、この本自体 その扱っているものの射程の広さとか、こう見に行っている範囲の広さみたいなのが、まあ、明らかに証明していると思うんですけど、やっぱりその佐々木さん自身がやっぱり特にそのツイッターなどを中心にして発信することによって、まあ、そのシーンを作ってきたというよりも今のシーンがこういうものであるという、 こうある種の定点観測者というか、はい、そのをやってきたということをなんか改めて思う、うん、作りになってると思うんですよ、うんうん、で実際に、この本の中でも少しだけ触れられていて、まあ、佐々木さん自身が多分大きいものは書いてないですけど、例えば亡くなってしまったあの悪魔の神の木口さんだとか、はい、あの木口さんともなんか生前あの結構亡くなる数年間少し親しくしていて、うん、で彼からもなんかやっぱり佐々木さんがツイートすることによってすごいなんかあの生々しい話ですけどお客さんが増えたみたいな、うんうん、つまりその評判を聞いてあの見に来る人が増えたとかっていう、やっぱそういうことがあったんだよねっていうのはやっぱ他の作家さんも含めて聞いていて、うん、そういう意味でもやっぱり佐々木さんがこうなんかメディアとしてこう佐々木さん自身がある種雑誌のような発信源となってやってきたこう10年20年を改めて振り返るような本だったな、うん、というのがなんか最初の大きい感想です、うんうん、いやありがとうございます。あのなんかそのまあね、そのコロナのコロナ以後なのかコロナの渦中の演劇みたいな話はあの最後というか後半にもちゃんとしたいなと思って、今日のね、後半にちゃんとしたいと思っている話題なんですけど、その、やっぱりまあ、あの本の後書きで書いたけども、そもそもこの本は、まあ、その小さな演劇の大きさについてっていうタイトルも含めて、まあ、こういう本作ろうって思って、で、こう作ろうって思って作り始めたみたいな、その一番最初の、
あの時はまだそんなコロナとかなってないからね、あのもしかしたらもうそういうあれはあったかもしれないけども、うん、あのどういうことになっていくのかって当然予想がつかない状態の中であの本を作っていって、でその実際こうあの本当にそのコロナのせいでって言っちゃうけど、コロナのせいでこの本って発売が半月ぐらいずらしたっていうこともあったりとか、うん、そのそういうことがあってたので、後書きにそのコロナのことを書いてるけども、うん、あのそんなこと書くなんて思わずに本作ってるわけですよね、うん、だからそれはそのある種の生々しさを生んでる部分があって、その自分自身もそのなんかなんていうのかな、こうあのこれは誰にとっても当然のことながら予想だにしえなかった事態じゃないですか、今まさにまだそうですけど、うん、だからそのなんかそういうことにどういうふうにそのまあ批評なら批評がそのなんていうのかな、こう応接していくのかっていうことがやっぱりあのなんていうのかな、こう別にそうしたくなくても出てきちゃうみたいなところがあると思っていて、その僕はあの2011年の5月にあの即興の解体っていう本を出したんだけど、即興の解体っていう本はユリイカに結構長く連載されたあの長編評論で、すごい変な評論でさ、前半はフリーインプロビゼーションの話で、後半は急に演劇の話になって、うんうん、まあ、チルヒチューと青年団の話が主にバーって出てくるっていう本で、でそれは連載してる時はそのまさに僕が演劇面白いと思っている過程だったので、そのそういう連載をしたわけなんだけど、その本がそのあの本を作ることになった時にその3.11 があって、東日本大震災があって、うん、で、あの頃って、あのが直後、その、まあ、あの、単に、その、あの、震災だけじゃなくて、その、原発事故とかがあった時に、本が出ないみたいな、紙の倉庫が、こう、津波かぶってしまってうんぬんとかいろいろあって、で本がそのしばらく出せないんじゃないかみたいなこと言われた、まあ そこまでのことにはならなかったんだけども、最終結果としては、でそういうのがあって、でそれであの僕もその進行してたその即興の解体があのなんかまあ飛ぶんだろうなっていうふうに思ってたら、あの全然それとは違う版元のなんかあの事情で、いやあの出すみたいな感じで、でこうあの5月に本が出るってことはもうその 3.11 の直後とかにギャラとか見てるみたいな状態で、すごいなんか変な感じがしたことを覚えてて、だからこうあのね、その東日本大震災とコロナってもちろん全然違うことなんだけど、うん、あの約10年をあの隔ててすごく大きな、そのなんかほぼ不可逆的と言っていいような出来事が起きて、その時にたまたまあの自分が演劇の本を両方出してたみたいなのも、うん、なんか奇妙な暗号みたいな感じがしたりもするんですよね、うん、であとやっぱりその、あの今島根君が言ってくれたあの、まあ、メディアみたいなことって、うん、その僕はあの演劇に限らずあの僕 その批評のスタイルみたいなのが、うん、結局そのいろいろそういうなんていうのかな、こう、まあ、本質的なというか原理的な問題を扱いたいと思ってるし、そういうことについても書いたりはしてるんだけど、きっかけとかが全部、うん、こう今これですみたいな感じなんですよね。でだからその、うん、全部ドキュメントになっちゃうわけですよ。だからその雑誌で連載とかをすごく多くしているのもそれで、雑誌の連載って僕はあるテーマのことをずっと書いてても結局辞表なんだよね、うん、どっかだからその全部その時今自分がこう出会ったりこうあの遭遇したりしたことをそれについて考えたっていうことを書いてきているので、うん、あの僕の本ってどれだけ一見ちょっとこう理論的な感じを装っていても全部実は辞表みたいなところがあって、うん、だから書かれた時っていうのがすごく重要なんですよね、うん、でそういうことをずっと他のチャンネルでもやってきて、で演劇もやっぱり そういう感覚ってすごく強いっていうか、うん、あのだから結局まあ、 あの寄せ集めっていうことも含めてその小さな演劇の大きさについてはやっぱりなんかその過去10年間僕が見たあの見たり関わったりしてきたその演劇っていうもののドキュメント本になってると
思うし、うん、そのドキュメントが多少とも僕以外、僕だけじゃないその時代みたいな、つまり2010年代の演劇、あるいは震災以後の演劇、日本の現代演劇がどういうものだったのかみたいなことのドキュメントにもなってるといいなっていうふうに、思うっていう感じです。てか、まあ、そういうつもりで作ってるよね、あの本は。なんていうか、もちろんそういう佐々木さんのこう書き手ないしはその批評家としての姿勢をこう例えばそれはあくまでも佐々木さんの視点であってで、うん、その見てるものも偏ってるみたいな批判はできると思うし、うん、まあ、現にあると思うんですよ。てかそれは佐々木さんに限らずあらゆる批評家とかアーティストに降りかかってくる批判だと思うんですけど、ただやっぱりその今の事象っていうものをどういうふうに見ていくかって、そうどのようにこう見続けていってかつそれをこう全く別の場所で起きたことであってもそれをある意味でこうなんかつないでいく、あ、はいはい、でやっぱそこにそこにはなんかやっぱ結構批評というか何かを見て何かをこう語ったりアウトプットすることの一つの、まあ、使命はあるだろうというのを僕もすごく強く思うし、うん、でまあ自分今のお話を聞いててもやっぱ自分がやっぱりその佐々木さんから受けている影響っていうのはもうなんか逃れがたくあるなと思う、でそのリスペクトもあるっていうのがやっぱなんか改めてちょっと思うところなんですよね、うん、全然そのスタイルはとか活動してる場所もまあ重なってるようで重なってなかったりみたいなのありますけど、やっぱり僕もその今起きたこととか自分が見たことから何かこう自分の体の中でとかあるいはの頭の中で何かこうカチッとこう起動して、うん、でそれがこう展開していってこう結びついていったりっていうことの、まあ、なんかダイナミズムというか、まあ、それが割とやっぱり自分にとってもすごく、まあ、好きでこういうことをやってるというところがあるし、なんかそれのこう一つのトリガーとして、うん、例えばそのツイッターなんかもものすごく重要な批評のツールとしてそもそもあって、うんうん、そうですね、うん、本の中でも佐々木さん書いてましたけど、とにかくその見たものに関してはすごい速報的にとか早くってマジでもうあの帰りの電車で書いてるからねで、ある意味それに張り合うかのごとく僕もそう速く書くみたいなことを多分でもさ、速く書く方がさ、なんかその単にその見たばかりだから、うん、ここなんていうの、気持ちが新鮮だってこともあるし、その裏返しとして、うん、すぐ書かないと書く気なくなっちゃうみたいなこともあるじゃない。うん、ありますあります。あるよね。うん、あとその時に、ね、こうキャッチしておかなければなんか形にならないものって絶対あると信じてるから。そうですね。うんうん、だからなんかそのなんていうのかな、こうまあよく言うんだけど、その Twitter に書いてるのはもちろんなんか人に向けてね、読んでくれる人に向けて書いてるみたいな気持ちはあるんだけど、うん、ある意味ではどっかやっぱ自分の備忘録みたいな、うんうん、でも、ツイッターなんかどんどん流れされていっちゃうんだけど、書くことによって、自分、140字の中に書くことによって、自分の、なんか今、見たばかりのものに対する認識なり、感想なりが、なんかこう、ちょっと整理されるみたいなことってあるじゃない。うんうん、で、それが、単にそれはもう本当に見終わった後、めっちゃ良かった感動みたいなことであっても、それが、そこでちょっと言葉にしたことが、後に、例えば、もっと長い文章に、なることもあるし、それ以後のことにつながっていくってこともあるから、だからそういう、まあ、よくね、僕その批評の反射神経って言うんですけど、批評ってやっぱ反射神経ってすごく重要、反射神経だけでもダメだけど重要だと思ってるので、だからそういうこう、まあね、島崎くんもね、こう怒涛の連追型そうですね、怒涛の連追型なんで、そうそうそう、よくこう気づいたら連追してるから、もう連追してる状態で読めるからちょっとしたコラムを読んだみたいな気持ちになるみたいな感じ、まあね、140字かけるもう10でもう1400字だから、そうそうそう、だからもう雑誌の見出来字としてはもうすでに長いみたいな、いや本当にそうなんだよね、だからそういう風になってるなとかっていうふうにまあ思うけども、あ、うん、それで今話してたことですごくなんていうのかな、ちょっと話したいなと思ったことっていうのは、なんかね、例えば
そのさっき僕が例えばツイートすると、まあ、多少お客に行こうかなと思う人がいたりとかするっていう、うん、そういうその、まあ、アナウンス効果っていうのかな、うん、そのそういうメディアとしての効果みたいな、効果っていうか役割みたいなことっていうのはすごくよく言われて、でそれは、うん、あのなんていうのかな、嬉しくもありこう、うん、あのなんかもはよくもあり、なんとなくちょっと微妙な気持ちがすることもありというのは、やっぱりなんか結局宣伝に使われてるのかみたいな気持ちもあるから、うん、だからそれはいろいろではあるんだけど、ただまあもちろんそれは自分がいいと思ったものを人が、うん、あの見に行って、ああのこうなんだろうな、佐々木が言ってた通りだとか、言ってた通りじゃなくてもいいんだけど、その、うん、なんか思ってくれるのはやっぱり嬉しいから、それ自体はすごくあのなんていうのかな、こうあのどっかでやっぱりそのためにやってるわけじゃなくても、うん、そういう気持ちって あるから、そのツイッターとか書いてる部分はあると思うんだけども、でもその一方でなんていうのかな、こう例えばそのさっきそのこうシーンを、演劇なら演劇のシーンがどういうふうに推移しているのかっていうことをそのなんか書いてる、でもそれはやっぱり佐々木という人の視点だから、あの他の人だったら微妙なズレもあるだろうし、僕の視界に入ってるものだけだから、こうそういうのあるわけじゃない。でその時にね、これは別に全然演劇だけじゃなくて、もうこれも本当によく言ってることなんだけど、僕は割とそのなんていうのかな、こう要するにこう例えば音楽の仕事ずっと長くしてた時にも、その音楽のシーンとかさ、次どういうとか、うんうん、その今の我々はどうなってるのか、今どうなってるのかイコールこの次どうなるのかっていうことってよく聞かれることがあって、うん、でそれはだからシーンってことやね。でシーンって言葉もすごくこう曖昧な言葉でさ、こうよく突き詰めると何のことなのかよく分かんない部分はあるんだけども、でもそういうことって聞かれることもあって、だから演劇だってもちろんそういうこと聞かれることがあるんだけど、うん、そういうそのなんかで、それはさ、例えばさ、その作り手とそれに関わるなんかいろいろそういうこう経済的なことも含めての様々と、送られた側の観客なりなんなりと全部総合したさ世界みたいなのをシーンと多分呼んでるわけだよね、曖昧だけど。でそういうその例えば演劇なら、日本の演劇が例えばどうなっていくのかとか、総体としてどうであったのかみたいなことには僕は基本的にほとんど興味が実はない人なんだよね、うんうん、僕が興味があるのはその個々の作家や作品のと自分がたまたま出会ったりして、でそこから自分が何かしら考えさせてもらえたりとかするっていうことであって、そのシーンっていうものにそのなんていうのかな、こうなんかそのもちろんこういう言い方をするとすごいなんかアウトサイダーならではの無責任感みたいなのがを感じ取る人もいるから、なかなか言い方には気を使う、いつも気を使うんだけども、でも僕はどっかでそういうシーンって呼ばれてるようなこと、人がシーンと呼んでなんとなくあると思ってるようなことって、なんか割とどうでもいいことなんじゃないかって思ってる部分があるんだよね。重要なのは本当に個々のつまりさ、なんかシーンっていうなんかよくわかんない入れ物というか、環境でもいいけど、環境とかそういうものが良くなったらそのすごい作品が出てくるとも限らないわけじゃない、うん、だから重要なことはやっぱりその作り手と作られたものだっていう意識がものすごく強いので、それのそのなんかそれがどんどんこう組み合わさっていったり、それがこうなんか形作るものっていうのをシーンと呼ぶことがあるっていうことは分かるんだけど、でも僕は例えば、演劇シーンをより良くするために行こうとか、そういうような感覚っていうのは多分そういうことをこうなんていうの、求められることもあるし、具体的な部分でそういうことにコミットすることももちろんあるんだけども、でも多分そういう意識って そういうこうなんていうのかな、インサイダー意識みたいなものってものすごく希薄なんだよ、ね、これ演劇だけがそうなんじゃなくて、あらゆるものに対してそうで、だからそれとそのことと次第によっては何かしら深くコミットするとか、なんか責任も取ってみせるよってことは全然別問題なんだけど、だからそういう意識って僕すごく強いから、そういう意味で小さな演劇も決して2010年代以降の、その
これを読めば日本の現代演劇が全部こうなんかまんべんなくバランスよく分かるっていう本にはもちろん全然なってないし、うんうん、できるともしたいとも思ってないっていうことはあるんだよね。だからそれは偏った本だってことはあるし、偏るしかないよねって気持ちもあるし、けど単にその要するに僕なら僕の好みだけを書いてるっていうものともやっぱり違うようにしたいとも思ってるので、そこはだからすごくなんかなんていうのかな、こうだからプロパーのさ演劇ジャーナリストの人とか演劇評価の人はやっぱりその演劇っていう、こうシーンと言ってもいいし、括弧演劇括弧日本現代演劇と日本の演劇みたいなことにやっぱりなんかこう責任とかなんていうのかな、こうまあ、一種の同志意識というか、うん、あるわけじゃない。でそれはすごく重要なことなわけじゃない、うん、で重要なことなんだけど、そのなんかそういうことに対して僕すごくリスペクトを持ってるけど、自分はそういうんじゃないなっていうのは、うん、こうそうなりたくないってわけじゃないけどもなんないっていうさ感じはすごくあるんですよね。なんか、うん、これ音楽の時にもすごく思った、うんうんうん、知らんがなみたいな、そのシーンがとか言われても、まあ、本当にそう、佐々木さんのこうなんていうか、なんていうかビブリオグラフィーというかバイオグラフィーを遡れば常にスライドしてやってますもんね。なんか5年とか10年とか20年とか区切って、まあ、演劇が、あ、映画があって音楽があってで、まあ、文学があってみたいな感じで、うん、だからすごいお話ししてることは腑に落ちるし、いや、その佐々木さんがおっしゃったそのシーンっていうものへのなんていうかある種の疑わしさというかはすごい共感するところで、ただ一方で何かそれをある程度のこう分量とあと頻度で論じる、あるいはなんか紹介する機会を、まあ、たまたま得てしまった人、それは佐々木さんもそうだし、ある意味で僕も多分そういう幸運な位置にいると思うんですけど、演劇もたくさん見せてもらったりとか展覧会見せてもらったりとか、なんかでもそうやってなんか語ることによってなんかその人を通したシーンらしきものみたいなものが不可抗力的に立ち上がってしまうっていうことは事実だと思うんですよ、うん、そうですね。でこれはなんていうか、なんて書き手の倫理としては、まあ、否定しつつ肯定もしなきゃいけないもんだな、いやその通りだと思う、すごい思ってて、でもその意味で言うと、まあ、ある意味でその佐々木さんや僕が この10年間、まあ、なんやかんやでなんていうか、なんか重はよい言い方ですけど、生き残ってこれた理由みたいなことで言うと、まあ、確かに、いや本当だよね。だってそれこそそのさっき話題に出たこう電車の中でずっと話してた時はこれから僕どうやってやっていこうと思ってるんですよっていうふうに言ってて、で俺もなんかそのなんかいや大丈夫だよみたいなこと言いながらも、いやどうなんだろうみたいな気持ちあったけど、ね、それから10年ぐらい経ってこんな会話をするようになるとは、いや、いまだにね、いまだにその生き残っていけるのかと思ってますけど、でも、いやいや、まあまあまあ、でもですね、ただ、この中で10年間、20年間で、まあ、ある意味で、その、僕らというか、まあ、僕にしちゃいますけど、僕に声がかかってきたのは、やっぱりその演劇と美術だとか、あるいは他の他の領域のものがこう混ざってくる、うん、混ざって合流して、その中に何か生まれるみたいなことを、作り手の側もある種、起動していたし、うんうんうん、あとそれを、まあ、企画するプロデューサーとか、あるいはそのなんか芸術祭とか展覧会とかでもいいんですけど、そのプロデュースする側もそれを起動してきたから、はい、そこに、なんていうか、たまさかはまったっていうことが、うんうんうん、とても大きいと思うんですよ。うん、だから、まあ、まずそのことをもうちょっと考えなきゃいけないなと思う、ずっと自分の仕事の中で思ってますし、でちょっと話、ずれちゃうんです。ずれちゃう、いいですよ。路線変えちゃうんですけど、でも今この数年間で例えばその演劇に関して書く、しかも定期的にそのまあ分量はともかくとして定期的に書くっていう人がなんか増えてはきてると思うんですよね、うんうんうん、例えばその山崎健太さん、演劇書いてるのかな、うん、はいはい、山崎健太さんはアートスケープで、まあ、山崎くん の、 アートスケープ の、 なんていうの、記事の速さってそうブログ並みだよね。俺の本も出てもうすぐとかに書評を上げてくれて、すごいやつだなっていう、なんか、なんだろう、その、
テクストの生産能力もすごいけど、うん、それがすぐに乗るアートスケールもすごいなっていうどういう状況になってるんだろうみたいな、そうそうそう、ブロックリレーじゃんと思ったけど、もともとね、もともとアートスケープ、木村さんとかが、ダンスヒーローの木村さんとか、もともと面白い記事がね、ずっと載ってるんですけど、うん、だからそういう意味では土壌としてあったとは思うんですけど、でもやっぱこの数年の山崎さんの書く量と頻度とかぐんと上がってるっていうのはそれ感じるし、でもちろんあの雑誌、あれは支配って呼んでいいんですか、支配、支配です、支配です、ええとかの活動もあると。でまあ、支配の原稿も入ってるからな、今回の本。そうですよね。あります、何もかも入ってる。全部入りみたいなと。本当そうなんだよね。であと、もうちょっとこう若い人ってなると、例えば、あやとさんとかが、まあ、連載だとか、あやとゆきくんね。あやとゆきさんが、連載とかを持つようになったり。彼はね、自分自身が作り手でもあるのに、その、言説、言論活動でも、すごいアクティブだよね。そうそうそう。でしかもやっぱりちょっとこの1年間、半年1年間の間にあった、まあ、その演劇にまつわるそのハラスメントの話とかで、うんうんうん、多媒体になんていうかコメント寄せるとかいうことも増えたし、原稿もね結構入ってるね、それに関してね。だからそのかつて僕がこう重宝されてた10年間よりも、そういうなんかある種こう定点観測的に、かつなんかバッターボックスにたくさん入れるみたいな、うん、書き手は増えてると思うんですよ。でいやなんかちょっと、あごめんね、ちょっと自慢的に言うと、はい、その島貫さんも意外にも批評家養成技術出身だったじゃないですか、はい、考えてみたら山崎健太君も綾戸祐樹君も批評家養成技術出身なんですよ ね、 いやねだから排出率すごいんですよ、送り出してるなとそれ言いたかったんです、はい、いやいやめっちゃそう思いますよ、めっちゃそう思う、そうそう、めっちゃそう思いますし、だから、なんていうかな、さっきのその、佐々木さんがこうどういうスタンスで書いてきたってことと、あと、シーンよりもその都度の作品にどう反応していくかみたいな。うん、はい、ええ。で、これは、やっぱりなんかその、さっきバッターボックスで言いましたけど、まあ、そのバッターボックスに立つ頻度と、やっぱりそこで、まあ、なんというか、こうバットを振る数みたいなところにおそらく相関関係はあって、でそれがまあある程度の量になってくると、その個々の書き手が見たシーンみたいなものが多分立ち上がって、そうですね、てか少なくともそういうふうに見えるよね、そうそうそう、でそう考えるとやっぱりそういう人たちがもうなるべく増えるべきだし、でさらに言えばまあジャンルを問わずその演劇にしたって、例えば佐々木さんとか僕が割と好んで見るようなものってこう、まあ、かっこつきの現代演劇っていうふうに言えると思うんですけど、うん、はい、実際はそれ以外の例えば新劇とかから派生しているものも未だに普通にあるし、あるいはそのバレエとかもっと商業演劇 2.5 次元とか含めてそのたくさんあるわけで、そういう書き手の中にだからそのヒントでガンガン書けるで、かつなるべくいろんな人の目に触れるところに書けられる書き手がやっぱり、はいはい、増えていくべき。でそれがなんかシーンというもの、うん、まあ、もしもあるならばシーンというものを作っていくと思うし、逆にそのシーンというものが持ってしまう特権性とか、なんというかある種 の、 そのなんか虚構性みたいなものを、うん、あと閉鎖性とかね、 それをなんというか相対化する機能も持ち得ると思うんですよね。だからそういう意味ではなんか今の状況に対してちょっとそのかつてね批評がないないって言われたとか、あるいは書く場所がないないって言われた頃と比べるとちょっとマシになってるんじゃないかっていうこと、うん、うん、ちょっとそれで原稿料が上がるとかそういうことでもないんですけど、うん、なんかそのまあこういうこうなんていうのかな、こう芸術文化的な批評の、まあ、僕がやってきたようないろんなジャンルで批評の一つの、その、なんか、ハードルみたいな、すごい前提となるハードルっていうのは、見たり聞いたり読んだりしないと始まんないっていう部分がある、あるじゃない？で、演劇って、その、僕も本当にそんな、こんなに自分が演劇たくさん見るようになるなんて思ってもなかったわけですよね。で、その、僕がやってきた他のジャンルに比べても、圧倒的にやっぱり演劇ってハードルが高いように、思われてると思うわけ。それやっぱりなんでかっていうと行かなきゃならないから。劇場に行って公演を見に行かないといけない。
で、それはこういろんなところでこう大小のさまざまな規模のものがすごいいっぱいやってて、どれを見たらいいか分かんないし、しかもそのある程度の数をそれこそ見ないと、その何が良くて何が良くないのかっていうことも、まあ、結局ある程度は相対評価で作品に対する鑑賞眼みたいなのって培われていくから、そういうことがあるじゃない。でそれでその、だからなんかそのまあ、例えば映画の時も、映画って結局なんか何百本も見なきゃいけないとか、そのどれだけつまらない映画を見ているかが勝負だみたいな感じの、うんうんうん、そのシネフィル的価値観みたいなのってあって、でそれって割と僕はそのそういうこと、そういうメンタリティに対してすごく違和感を持ちながらも、うん、もろにそうみたいなところって結構あって、うんうんうん、だから演劇もやっぱりこうなんていうかな、たまたま自分が見て好きなやつについて語ってることも事実なんだけど、うん、でもどっかでやっぱりってことは他にも面白いのあるんじゃねみたいなことで、こうどんどんこうその見たことないものを見ていくってことがあるわけですよね。でそうするとでも今度はそのじゃあこの劇団なりこの演劇作家の人はも見て面白かったからこれからも見ようってなる、うん、と島崎君もご存知のようにこう全部が全部そうじゃないけど、やっぱりこう10年代 の, その、まあ、0年代ぐらいから新たにこうなんか台頭してきた新しい演劇人の人たちって、うん、どれだけ結構人気がすごくあればあるほど、うん、公演の回数が増えるっていうすごい頻度で1年に何本も新作打つみたいな人っていうのがやっぱり多いじゃないですか、うん、でそれをやっぱりこう見ないわけにもいかないよねみたいな、だから謎の自分に課す義務感みたいな、うん、誰も別にお前にずっと見ろって言ってないよっていう神の声が聞こえながらも見るじゃない。でそうするとどんどん増えていくわけだよね、うん、見なきゃいけないものが、うん、でそのそういうでしかもそれはこういろんなこう場所でやっていて、下手すりゃ別に関東だけじゃなくて、今その島田君が京都からやって参加してくれてるわけだけど、うん、京都に行かなきゃいけないとか、あるいは他にどこに行かなきゃいけないとかっていうになっていって、でそれって単純にやっぱりすごく大変なことじゃない、その量をこなすってことは、うん、だからその量をこなすっていうことはある程度当然好きじゃないとできないし、うん、でも好きなだけでもできないっていうこともあって、うんうんうん、だからそこのところのハードルっていうのが多分その演劇っていうものの批評なりジャーナリズムというものの、うん、その門戸を他のジャンルに比べてやっぱ相対的に狭めてるっていうことは否めないと思うんだよね。でそれはやっぱりなかなか大変だってことがあって、だからこう山崎くんみたいな、もう山崎君も本当に本数も見てるから、うんうん、だからああいうような人っていうのはやっぱりどっかでなんていうんですか、こういい意味でいいんだけど、いい意味で頭おかしくないとそういうああいうことできないじゃない、うんうん、だから そこでやっぱ結構なかなか何が起きてるのかっていうことを、うん、外の人に伝えるっていう人が、うん、どうしてもプレイヤーとしてその少なくなっちゃう。だからそれ以外だとやっぱり徳永京子さん、うん、その存在とかやっぱすごく大きいと思うし、その批評家っていうところまでいけば、その大鳥さんとか内野さんとか本当に尊敬すべき先輩がいっぱいいるんだけども、うん、そのなんかその今これです、今こうなってますみたいなのっていうのは、うん、なかなかやっぱりこう伝えられないし、その伝えても必ずそれはある側面でしかないから、うん、だから僕はそのシーンに興味がないって言ったけど、一方ではやっぱりその島田君が言ったみたいに、結局自分の僕が見たり僕が好きだうんぬんみたいなことっていうのを、その僕のアングルでのあるシーンの切り取りみたいなのっていうのは結果的にはやっぱりなってるっていうかなっちゃうし、でそれはその多少とも役に立つのであれば役に立てていただきたいって気持ちはもちろんあるですよね。だったらそこはやっぱりなんかなかなか演劇って大変じゃないかなと思う。だってそうすごい見に行くの大変じゃない？うん、まあ僕がその京都に拠点を移したのも半ばそういう理由ですからね。つまりその例えば京都エクスペリメントだったりだとか、まあその演劇以外でも美術も結局見るので、西日本でこう行われる劇場芸術祭とかを見るときに、まあ、京都のあたりに1個拠点があると超楽ですねっ
っていう発想ですからね。だから東京にも、まあ、東京にまあ実家があるっていうだけですけど、もともと東京に、東京の人だもんね、そう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 、ね、3年前ぐらいにあのこっちに引っ越してきたんで、で、今もあの両親は向こう住んでるんで、だから東京で仕事するとか、東京で何か見て回るときは、まあ、そこを使うことができるという、まあ、二拠点生活を単にこう、あの組み替えてるだけというだけで。いや俺本当にさ、なんか島崎くんって京都に移住したはずなのにめちゃくちゃ東京で会うからあれこいつなんか帰ってきたのかなとかあれ島崎くんなんか京都引き払ったのかなとかって思ってさ、京都に行くと京都にもいるんだよ。そう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 。だからすごいなと思って、そのなんか新幹線利用度みたいなのが大変だ、まあ、あの今はさすがにあれですけど、あの高速バスがメインですけどね。あでもすごい体育、あの体力勝負じゃない？まあでも結局でもなんだかんだ言ってそれはなんか今まで言ってきたことあるし、批判否定することになるかもしれないですけど、やっぱりそのインプットすることのなんか中毒みたいなのは我々絶対あるはずで、 あるね、確かにあるよね。あとっていうかなんかやめられないっていう、やめられない、本当中毒。だから俺なんかコロナですごい演劇とか見れなくなったって、うん、公演自体がなくなったじゃない、うん、で数ヶ月経ったじゃん、うん、俺なんか元の生活に戻れると思えないもん、デトックスされちゃって。そうそう、すごいなんかさ、しょっちゅういろんな一日のうちに何個用事こなしてるんですかとかってよく言われたけど、うん、今そういうのも一日1個か 0.5 ぐらいまでに減って、うん、でそれにもうすごい慣れちゃってるから、うん、あのこれ戻るのかなとかって不安な気持ち、不安っていうかなんていうのかな、こうあのかつての自分は何だったんだみたいな気持ちにちょっとなったりもするけど、うん、あ、それで、ちょっとまあ話をまたあの僕らの外側にある演劇の世界に、あ、はい、あの戻して、その、うん、あのまあ、直近のねその、うん、天然大以降でもあのいいんだけど、そのまあ震災以降でもいいんだけど、そのそれを我々はまああのなんとなくこう随伴走してきたみたいな結果としてね、あの部分があって、でそれがまあその小さな演劇って本に僕の場合になったわけだけど、そのあのこの、その震災以降ね、そのてか我々は もっぱら震災以前とかすごく昔ってそんな知らないから、うん、その長いスパンでは話せないんだけど、うんうん、その体験的にはその少なくとも単純にここ過去10年ぐらい、その島崎くんがその舞台芸術にもかなり関わるようになり、僕もまあ観客なり何なりとして関わるようになったっていうことの10年間で、10年ってその長いようで短いようで長いじゃん。だからそのこの10年ぐらいの間にやっぱり変化ってあったと思うんですよね。でその変化はもちろんいろんな変化があった、あのいい変化悪い変化、いいのか悪いのか分かんない変化っていろいろあったと思うんだけど、これどう思います、天然大以後、今2020年代になったわけだけど、なんかそうこういうことが新たに出てきたとか、こういうこうなんていうのかな、こう潮流があるとか、あのそういうのってなんとなく大掴みで話すとするとどういう感じなのかなと思って、あの、まあ、それこそこの本の3章を読んで感じたことなんですが、 あるところまでは僕もこう佐々木さんが見てるものと随伴してるなと思ったんですよね、まあ、けれども例えばスペースノットブランクとか有名とかオフトンとかあの辺のものって僕本当に見れてない。それは、まあ、ちょっと関西であんまりやらないからね。そうそうそう、京都でやってないっていうこともあるんですけど、やっぱそのあたりからこう自分が見てるものがまた変わってきてるので、だからなんていうか一概に言えないところがある。あともう一個が、結構僕にとってこのなんか10年間その天然大的なことで自分にとって結構重要だったのはこう TPAM の存在で、はい、まあ、見てる方は多分分かると思うんですけど、まあ、要は横浜拠点に行ってる、でここ数年は特にその ASEAN 東アジア東南アジアの作品を紹介する、まあ、プラットフォームになっていた演劇祭ですけど、その TPAM での出会いだとか TPAM で得たなんかその演劇的な世界観、アートの世界観みたいなものが自分にとってものすごく大きいんですね。で、そして強いて言えばそのこの天然台の中で大きく変わったものっていうのは、そのなんていうかな、まあ、他者というか外部の視点というか、あ、はいはいはい、日本の外で同じような年代の人たちがどういうことを考えていて、それをどう、まあ、アートっていう形であのリアライズというか具現化しようとしているのかっていうところだなとは思うんです。で、まあ、たまさかそれがあのこう
交差する瞬間もあって、例えばこれもだから本当に一緒にタイ行きましたよねっていう感じになりますけど、ああ岡田さんとか本当だった、うん、岡田さんと、まあ、コンタクトドンと塚原さんとか関わってるプラタナ、日本でも上演されましたけど、うん、例えばプラタナとかは、はい、やっぱりその何ていうかその日本と、まあ、日本内側って考えるならばですけど、その内と外のこう歴史だとか、あるいはその何ていうか文化だとか、あるいはその何ていうか社会性、民族性みたいなものをどう我々は捉えられるかっていうこと、一つの何ていうか交差のクロスポイントだったと思うんですね。でやっぱりなんかそういうものからなんか自分が得たものはとても大きくて、そうですね、天然代の変化といえばそれですね。なんかちょっとあんまり具体的に言えてない気がするんですけど、まあ、要はつまり、まあ、そのコロナとかその震災以降も絡んできますけど、やっぱりその日本、そのアジアにおける日本っていうものの、その位置、立ち位置っていうものが大きく変わったわけじゃないですか、うん、経済的にも政治的にも文化的にも、まあ、言ってしまえば、まあ、非常にこう下降線をたどっている、まあ、それはでも、まあ、例えば平田織田さんがソウル市民とか東京ノートとかで書いてたように、まあ、はるか10年前、20年前から予見されていたことではあるんだけれども、それがこうものすごくこうある種のアクチュアリティを持って我々も体験できるようになっていく、うん、でその中で例えばそのティーパムに来るような、例えばシンガポールのホーツイネンであるとか、あるいはマレーシアのマークテ、うん、あるいはそのインドネシアの、まあ、こうダンス関係の人とかいうと、まあ、非常になんていうかパワフルというか、まあ、作品自体がパワフルでもあるし、ね、同時に多分彼らの中で新しい近代化の時代を迎えてるんだなっていう感覚をすごくするんですよね、作品を見ていると。もちろんその近代化っていうのはもうはるか前に起こっているし、そのアジアの国々の、例えば植民地とかの問題が絡んでいるから、すでに近代は歩み去ってきた、すでにもう通り過ぎてきたことではあるんだけれども、やっぱりこの ASEAN 諸国のこう大きな経済成長だとか、あるいはその中国の台頭、あるいはそのアメリカのある種のこうパワーのだんだん低下みたいな、うんうんうん、でやっぱりそのマレーシアやシンガポールに住む若い人たちが改めて自分たち の、 そのナショナルアイデンティティみたいなものをどうこう形成できるか、どう獲得できるかっていうことが、うん、そのティーパームに来る作品なんかを見るとものすごく問われてるなっていう感じです。でこれは、まあ、ある意味で日本の今の演劇や演劇だけじゃないですけど、アートのシーンに非常にこう欠けてる部分、つまりその自分っていうもののアイデンティティを歴史とか地政学みたいなものと結びつけて、さまざま、これまでの10年20年よりもはるかに複雑で大きな相対性の中でどう捉えていくかっていうことが、まあ、彼ら共通のテーマだと思うんですけど、日本のその作品群を見てると そうね、そのなんか大きさというものがあまりない、うん、でも、うん、まあ、これを一概に否定できるものかというのも難しいところで、うんうん、それはそう、佐々木さんの本がこう小さな演劇の大きさについてって言ってるように、うんうんうん、そのこの天然代特に後半出てきた作品群が扱っているある種の小ささ、あるいはその小ささの中にあるものすごくこうアイデンティティクライシスの問題とか実存の問題ということをどうこう捉えて、それを例えばティーパムに来るような作家たち、あるいはまあさらにその向こうにいる、これ批判的な意味で言いますけど、その西洋の人たちにどうこう届けたり手渡したりできるのだろうかということを、なんか天然代の中で僕は結構書き手としてはものすごい考えてきたところがありますし、それを一つの尺度にしてその日本の作品も見てるっていうところがありますね。うん、なんかその、まあ、ティーパムのことで言うと、そのまあ、僕がね、それこそ本当に演劇に興味を再び持つようになったきっかけの3月の5日間自体がそのティーパムで、僕が当時プリコグの小沢康夫さんに3月の5日間の DVD を手渡されたのがきっかけだったっていうのがあるので、だからなんか結構ティーパムと自分はまあ、いろいろ仕事もしてるし、その、割とこう、なんていうのかな、こう、いろいろ やらせていただいてきたというか、まあ、関係がしてきたっていう気持ちがあって、で、まあ、とにかくさ、こう、ああいうものがないと、まあ、これ、フェスティバル東京にしろ、その、京都エクスペリメントにしろ、他のものにしろ、全部そうといえばそうなんだけど、その、
どうしてもそのあのそういうこうフェスティバルみたいなあの枠組みが ないと、つまりそういう形でお金がこうあの使える状況じゃないと、その海外のそのまああの先端的なというか、あの現在 あのパフォーミングアーツ まあ、あの作品を日本に持ってきて上演するっていうこと、あるいはその逆とかがやっぱりなかなかこうできないですよね。で、あのそのでそういうことできるできないみたいなことっていうのの以前のもっともうはるか以前のなんかさ古代みたいなあの状況 に一方ではあるってことがアイストリエナーレの問題とかでも露出するわけじゃない、うん、だからそういうことってやっぱりこうあの単に作品とか作家だけの問題じゃどうしてもない部分っていうのは当然あって、でその、まあ、例えばそういうことで TPAM とかも一番最初から別にそんなにあのアジアだったわけじゃなくて、そのこれ FT とかだってだんだんアジアになってくるのは、うんうん、結局はあの基本的にやっぱあの国際交流基金アジアセンターとかのやっぱり関与っていうのはものすごく功績が大きいわけですよね。だからそしてオリンピック、ね、そうそうそうオリンピック、うんうん、まあがあって、だからそういうことを考えると、そのなんか例えば昔はさ、そのそれこそ今でもその、うん、あの舞台芸術の最もすごいあのなんて祭典はアビニョンでとか、うん、そのフランスとかドイツとかっていうのがやっぱり一つのそのなんか理想的なモデルになっている部分っていうのはあると思うんですよね。でそれは今なおもちろんそうなんだけど、うん、そういうそのヨーロッパあの絵の視線からやっぱりこうまあ、0年代の後半ぐらいから10年代以後はあのどんどんアジアの方にやっぱりこう視点が移ってきて、うん、でそれはそのあのなんていうのかな、こう単純にそのポジティブなことだけじゃない生臭い理由とかももちろんあるんだけれども、でも結果としてはそれがすごくいい、うん、あのこう状況につながっていい状況っていうか、なんていうのかな、ポジティブな結果になってるっていうことはあると思うんですよね。だから あまりにもヨーロッパ編集だったその状態からやっぱりアジアでそのどんどんいろんな国でその新しいものが起きてるっていうことが分かるようになり、でやっぱり距離が近いから、そうするとその日本のアーティストとそのアジアの他の国のアーティストの間のさまざまな関係性っていうのも生まれていくっていうことが、多分そういうののプラットフォームとしても TPAM はものすごく機能したじゃない、うん、だから多分そこはすごいあの変わったと思うし、その前の10年、うん、20年と比べると、うんうん、でそれは多分今後もよりそういうような風になっていくだろうし、なっていくべきだろうっていうにも思いますよね、うんうん、でだからなんか僕なんかは それはもちろんそういうなんだけど、そのもう一方でそのじゃあそういうような環境の中である種のドメスティックな日本の現代演劇っていうのがそのどういうその変容なりあの、まあ、サバイブなりを、うん、あのしていくしていけるのかとか、うんうんうん、あのみたいなことっていうことは、その日本はどうしてもやっぱ島国だから、その、うん、日本の内と外みたいなことっていうのは、うん、あのどんなジャンルのことを考えるにしてもやっぱすごく重要な要素になるわけですよね、うん、その輸入と輸出の問題というか、うん、でそれはその僕は講談社現代新書 その3部作の日本の思想と音楽と、うんあのまあ、特に音楽と思想ではやっぱりそういうことってすごく問題にしてきた気持ちがあって、その内と外っていうね、うん、でその外との関係性のあり方っていうのは多分すごくあの変わったし、変わり方はあの相対的に見るとすごくいいんじゃないかっていうふうに思っているんだけど、うんうん、じゃあでは日本の中でどうやってっていうことになると、まあそれなりにやっぱり問題がやっぱあるだろうなとも思うんですよね、うん、まあ、あとやっぱりそのコロナですよね、うん、まあ、ある意味季節して起きてしまったことなんだけれども、その、まあ、そのコロナによって、まあ、いわゆるそのディスタンスを取れと、そして、まあ、渡航制限もあり、あのコロナ以前のように自由にこう、しかも安価で行き来するということができなくなったことによって、その主にそのやっぱ TPAM とか、まあ、そのやっぱオリンピックですよね、オリンピックに伴うそのアジア海外交流みたいなものが、
まあ、ここでやっぱり強制的にちょっと途絶えてしまったようなところがある。もちろんまあネットとかで Facebook とか連絡はいくらでもできるし、まあ、あるいはそのコロナの中でたくさん起きたあの、まあ、西洋ヨーロッパ含めいろんな劇場がこう無料配信みたいな形で、あとまあ リモート演劇とかね、そうリモート演劇とか、うん、で、まあ、知ることはできるというか、今まで 見損ねた後はものを見れるとかそういう恩恵はあったけれども、でもやっぱりその交流とか移動みたいなことが、まあ、非常にこう阻害されているのが現在 でかつそれは、うん、まあ、国単位でいうと、まあ、さらにそれは阻害は進むだろう、進まざるを得ないと思うんですよね。まあ、物流とかは止まらないけれども、人は移動できないみたいな。そうですね。うん、現にその美術の世界だと作品の移動はできるが人は来れないみたいなこと。ああ、そうかそうか、そうですね。うん。うん、だからあの今月の半ばぐらいから始まる横浜トリエンナーレも多分そういう状況だし。そうでしょうね。うん。聞いた話だと、まあ作品とかはもうの輸送はまあ問題なくほぼ問題なくやれるけれども、作家は来れないので、あの、うん、それこそリモートであのスカイプとかつないで指示を出してもらうとか、うん、あそうかそうか、そうですね、うん、だからやっぱりそれがさらに演劇ってなると、ある種のこうやっぱ集合性とか、あるいはその非常にエフェメラルな集まりみたいなことにものすごく重要、まあ、それは要するに観客論ってことですけど、それをなんていうかある種の核にしていた表現はやっぱものすごいこう難しさをやっぱ払うことになってしまうだろう、うん、というふうには思っています。そうですね、まあなんかさ、そのあのさっきティーパムの話題が出たので、あの思い出すのは、あの今年のね2020年のティーパムの、こう最後が、あのちょっと今僕名前思い出せないんですけど、その横浜のさ、あのなんか戦後からずっとあるあのダンスホールの、うん、クリフサイドですね、クリフサイド、あそうそう、うん、クリフサイドを、うん、まあ借り切って、でそこでパフォーマンスが、エンディングのパフォーマンスが2つあって、でそこでそのままさ、あのパーティーっていうの、クロージングパーティーっていうのかな、うん、あのになったじゃない。で僕はそのあの島の君は多分ご存知のように、僕はとにかくそういうパーティー的なものに一切出ない人なので、はい、あのオープニングもクロージングもあの出ないんだけど、うん、そのそれはパフォーマンス見たかったから行ったんだよね。で、うん、あのそのクリフサイドってすごい建物 でしかもそこをさ、多分なんかこれは一種のあの趣向として、こう入る入場する人がぐる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 中を回って、こうようやく下の着席するっていう形だったじゃない、うん、で当然そのティーパムだから、そのお客さんのかなりの部分が海外からのお客さんで、うん、その演劇関係者の人たちが多いわけだよね。でまあすごく国際的な感じで、うん、でもうでもあの時って実はこうあのコロナって始まっていて、はい、もう同じ横浜 の, そ の, あの港にはあのクルーズ船が止まったままになっててさ、ダイヤモンドプリンセス号、そうそう、でその、うん、なんかあの時そのでも覚えてるけど、うん、そのマスクとかってこう全員が全員しているような感じではまだなかったと思うんだよね、うん、でも後から考えると、うん、あのマジでクラスター起きてても不思議じゃないとてつもない国際的で巨大なクラスターが起きかねないような感じだったなと思うのね、うん、でつまり逆に言うとさ、あの時はまだそこまでその深刻な状況だと思ってなかっただよね、その、うん、あの実際はどうだったかは別にして、うん、でつまりやれたわけじゃない、ティーパムは。でそのでもそのぐらいの後、つまり3月の後半ぐらいになってくると、だんだん公演が中止とか延期が増えてきて、4月以降になるとそれがほぼ全部全滅になるんですよね。だからあの例えばスクールなんかも、うん、あの小田直俊君 の, そのこれでいいのだの、再演は3月 の11日を挟んでやったんだよね、やって、うん、その時は、ちゃんとそのあの、マスク着用とかアルコール消毒とか、うん、あとお客様へのそのさまざまなアナウンスとかっていうのはすごく徹底してもらって、それで公演が、うん、まあ、できたと。でもその時もうすでにやっぱりなんかちょっとピリついてる感じになっていて、で4月以降はもう本当全滅じゃない、うん、で全滅でそのまあ、またその自粛解除になってからその復活していってるんだけど、うん、あのこの数日の流れの中でこれまたどうなるかわからないですよね、うん、だからコロナのやっぱり一番まあ、厄介なところはなんていうの、その今をしのげば、うん、
いつかはなんとかなるっていう保証さえ全くないってことじゃないですか。うんうんうん、だからつまりその、あの演劇って本当に基本的にはそのある時ある場所ので上演されているものに観客がいて、目の前にこう役者さんがいて、そこで何かが起こるっていうことが基本形だから、うん、その基本形の部分っていうのがもうほぼ完全に揺るがせられちゃったわけですよね、うんうん、でその揺るがせられちゃったことがこの後も、うん、あのこれ別に日本だけじゃなくてさ、世界中がそうなわけだけど、うん、そのこの後もずっと続くかもしれないっていうことが、うん、もちろん あるわけですよね、うん、でその中でその、もちろんこう変わっていかなきゃならないっていうか、変わらざるを得ないっていうことがあるんだけれども、あるいは一方でものすごく悲観的な考えとかその観測っていうのも出てくると思うわけ、うん、出てこざるを得ないよね、うん、でその出てこざるを得ない中で、じゃあどうなのっていう、そのそれこそだからこう来年のティーパムとかどうなるのとか、まあ、これはオリンピックの問題もあるんだけど、うん、あとだからそれこそ KEX とかもリモート演劇が増えるんじゃないかっていうか、地点は完全リモートでやるとかって言ってるんだよね。KEX じゃないや。いや、KEX じゃないですけど、今年度のその新作の中に入っているものは、まあ、リモート演劇とは言ってないですけど、やっぱりその、まあ、ディスタンスを意識したクリエーションしていくっていうのは明言してますし、あと京都エクスペリメントは来年の2月かな、あ、ずらしたよね、ずらした、でつい最近発表されたフェスティバル東京は、うん、まあ、一部来ますが、海外作家は映像インスタレーションみたいな形とか、あるいは映像配信という形でその リアルな上演をするのは日本人、要するに国内の作家のみ、うんうん、まあ、そうせざるを得ないよね。これはだからその、うん、いわゆる芸術祭とか全部そういう対応に、うん、なってきちゃうよね、うん、今後は。で、その、だからまあ そこが、なんていうのかな、その緊急対応策みたいな、うん、緊急避難的にさまざまなアイデアが、まあ、Zoom とかも含めて、こうどんどん出てきて、で、それによっていろんなことをまあやるっていうことの中での、ある種の新しいクリエイティビティみたいなのってのももちろんあることはあるんだけれども、うん、でもこれがずっと続くんだったら新しいも何もなくこれがデフォルトになるってことになるわけで、うん、だからそこでその例えばね、そのそれこそこんな状況になっちゃったのに演劇の本とか出すっていうのって、なんかこれなんかどうなのとか、あとまあ僕その言葉とっていうその文芸誌の編集長に今年からなったんだけど、今作ってる2号も特集は演劇なのね。言葉と演劇っていう特集で10月に出るんだけど、その最初からそれはコロナ以前からそのつもりだったけれども、いやどうなの、演劇ってほとんど見れなくなっちゃうかもしれないのにそれ特集するのってどうなのみたいな、うん、ことをその思う人もいるかもしれないと思うわけ、うん、でも逆に言うとその僕は割とそのだからっていう、だからこの本が、この本がまあこのタイミングで出ること自体には、うん、むしろ新たな意味が意義が生じたと思ってるし、だから言葉とも次も特集を変えないで演劇でやるんだみたいな気持ちもあって、それはやっぱりどっかでなんかなんだろうな、こうやっぱりコミットしてる気持ちがあるからだとは思うんだよね。でもとにかく将来は将来どころか今みたいな、ことはなかなか本当にどう考えればいいんでしょう、どうなっていくんだろう、うんうん、まあ、佐々木さんの場合はスクールっていうスペースも持ってらっしゃるから、うん、こうスクールだってもう2ヶ月以上無収入だからね。ですよね。だからすごくその、まあ、当事者性といってのはあれですけど、やっぱり強いと思うんですよ、そこは。これだからさ、これスクールのチャンネルで配信してるので、はい、投げ銭の そうです、投げ銭をぜひ本当にお願いします。こちらまでみたいな。今土屋くんが今日夜も配信があるからライブの、ああ、それもぜひ。スクールの方では、うん、その今その準備をやってるはずなんですよね。なんでね、本当にでも忙しい中つなげてくれたそういう、いやそうなんですよ本当に。もう土屋君が、土屋君がスイッチポッと押してくれなかったら、うん、今まだ喋ってない今日中止になってる延期延期って、本当に本当にいやでもその
なんかね、そのリモート演劇みたいなのも出てきて、で結構いろんな人がやって、で僕も割とこう関心持っていろいろ見てみたりもしてるんだけど、うん、全部がこういうものになっちゃうわけにもいかないわけじゃない、うん、だからこう本当にこうどういうふうにそのまあその演劇自体がこうパフォーマンスしていく、まあ、パフォーマンスをその目の前でやることができないっていう、うん、あのことが多分今後ももしも万が一、うん、あのそこのかなり根本的な部分が解消されなかった時に演劇もしくは舞台芸術がどうなっていっちゃうんだろうっていうのは、うん、それをそのなんか例えばこれってさ単純な話その、 あのいやもう無理っしょっていうふうに言ったら無理じゃん、うんうん、でもそこを無理だっていうふうに無理だとかダメだとだけは言わないっていうことにすると、うん、一体どうしていくことができるんだろう。もちろんみんなそういうことを考えていろいろやってるだろうけども、うんうん、そこは本当になんか見ていきたいなと思ってるんですよね。でもなんかそこに関してはちょっとこう僕はなんか半ば暴論的な思いがあって、うんあのやっちゃえばいいんじゃねみたいな。いや あ, それ、ね、あ、まあ、そういう気持ちも少なからず なきにしもあらずですよ。あのなんかこの間若い演劇の人たちのなんか座談会みたいな YouTube で見ましたけど、あのアングラをやってた人たちはもう死んでもいいんだみたいなそういう人もいるという話は聞いたので、まあ、どっちかというとそういう人の気持ちもなんか分かるぞみたいな感じは熱いなみたいなあるんですけど、あのなんかただなんていうかな、今のそのコロナが起きて、まあ、今その助成金とか緊急支援金みたいなものとかもたくさん出ていて、でもなんかそれの論理って基本的にはコロナ以前の状態をいかに維持するかとか、コロナ以前の、まあ、要するに、まあ、ある意味ではコロナの時をいかに忘却するかみたいな感覚でのなんかお金の、うん、使い方だなと。つなぎだよね。そう思ってるんですよ。でもちろんそのつなぎになるような額が全然払われてないし、うん、システムも全然整備されてないから話にならないんですけど、その時点で、まあ、しかしなんかやっぱりこういうコロナみたいな状況っていうものをなんていうかな、こう作品のこう美学的な面、あるいはその表現性みたいなことでいうと、やっぱりそこは忘れるべきではないし、むしろその忘れないことを前提にしたなんか作品のあり方をやっぱ模索していきたいな、していってほしいなだし、自分もしていきたいし、それは作品作りってことであっても、ものを書くってことでもですけど、やっぱそれは、なんていうか、結構自分の中で守っていくというか、忘れないっていうことが大事だなというふうには思ってるんですよ。うん、で、なんていうかな。明らかにその変わったのは、まあ、ちょっと経済的なことは置いときます。多分そのことに関してはものすごくみんないろんなことを考えてると思うし、それぞれの立場によって全然違うと思いますからあるんですけど、しかしやっぱりなんていうかこう表現っていう意味で考えるとやっぱ大きく変わったのはやっぱその観客だと思うんですよね。観客の立ち位置、うん、観客っていうものをどこに見出していくのか、コロナによって変わったわけではなくて、そもそも演劇とか、あるいはもっと広い意味での演劇的な状況みたいなものっていうのは、なんか社会の中でどん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 こう拡張というか拡散していったはずなんですよね。それは例えば あまりポジティブには語られないですけど、 SNS における炎上のあり方とか、あるいは SNS の向こうに人がいる、それもある種のこう観客というか劇場のメタバーとして考えることができる。なるほどね、うんで、まあ、今みたいなこうズームでこう話をするっていう感覚もそうだし、うん、そのリモート演劇みたいな形でも、だからその今あるその観客っていうものの定義がアップデートされていく、あるいはなんかこう変わっていくっていうことを踏まえた上で、うん、なんか改めてその劇場とか演劇のありかみたいなものをもうちょっと前向きに考えたいっていうのは非常に強くあります。でその意味で今そのリモート演劇とかさまざまなものをやってる人たちは本当にタフだなと思うし、なんかその中で見るべきものも多々あると思います、うんうんうん、ただ残念ながら多くはやっぱりその忘却するためのつまり元々のその演劇の形をいかにズームの中で保持するかっていうことに関心を向けすぎてる気もするんですけど、うんうんうん、もっとなんか軽やかに捨てていくことも本当は可能性としてはできるはずで、うん、だから結構そっちの方に期待したいかなっていうのはありますね、うんで、あと、その上でちょっと佐々木さんにもお聞きしたいんですけど、この間のカートが主催した岡田さんの
岡田敏樹さん の, あのザハの演劇あるじゃないですか、作品の名前、未練の幽霊と怪物、あれ怪物だっけ、未練の幽霊と怪物じゃない、あれ合ってますかね、未練と怪物の幽霊 の上演の幽霊みたいな、の上演の幽霊、ね、近年のこう岡田さんの作品の作品をちゃんと覚えられない問題みたいな、スーパープレミアムダブルバリラリッチ、そうですね、言えますけど確かに、まあ、まあいいんですけど、あれは佐々木さんご覧になりました、見ましたよ、見ました、なんか僕非常にやっぱりなんていうかその岡田さんのなんていうか、まあ、ある種はクレバーさもでもあるし、状況に対してどう答えていくかということの、なんというか、その鮮やかさを見た思いがあるんですが、うんうんうん、佐々木さんはどういうふうにあれを受け止めたのか。いや、その、まあ、あれさ、その、まあ、いろいろ、その、僕ももちろんね、すごく楽しみにしてて、でも、もう稽古もできないし、無理ですよね、みたいなことで、まあ、中止になったわけですよね。でも、あれって作品内容自体が、オリンピック あの始まる前にやるってことと、もう ほぼ完全に結びついてるので、だから来年もワンチャン行くっていうことに多分なるんだと思うんですよ。あの、どういう発表されてるのか僕は知らないですけど、だから、その、ある意味では、その、あの、要するに、あのコロナっていうこととそのオリンピックっていうことがあの両方のこととして1年とりあえず来年どうなってるか分からないし、オリンピックできるかどうかも分からないけども、あの少なくともそのあの延期っていうことに、まあ、あのなるわけだよね。だからあれってその上演の幽霊っていうのを絶対にやらなきゃいけなかったわけじゃないと思うんですよね。でもそのやるって結構その中止って言った時からもうあの岡田あのさんは、うん、あの 何かしらの形で何かしますみたいなことは表明してて、でそれはまあ当然そのどうやる方かともかくその多分リモート演劇みたいな、まあ、その別の形でさあの、うん、あの消しゴム畑もやってるから、うんうんうん、あのそういうそのことをやるんだろうなと思ってたですよね。だからすごく楽しみにしていたし、うんうん、そのあのまああれってその追っかけあの配信もで追っかけ再生もできない形で再生やってったんだよね、確かね。そうですね、完全にリアルタイムで夕方の4時からという時間がものすごい重要な作品。そう、あの、あ、そうそう、あの外のねあれが変わっていくっていうことがあって、うん、でだからあのまあ、楽しみにしてみたんだけど、そのあの、まあ、もちろんその多分多くの人と同じようにあのすごい今日疲れたというか、うん、え、これこの形なのっていうのは、うん、あの思ったですよね、うん、あのだからそのあのなんていうのかな、こう あのある意味ではその例えばあれをさものすごく超でかいそのモニターに映してあのヘッドホンであの集中して見るっていうことをすると、うん、いろんなことが違うのかもしれないけど、それさまざまなこう視聴の鑑賞の仕方があるっていう時に、うん、そのやっぱりある長さをさ例えば2時間とかの長さを維持するのってああいう形では多分相当難しいから、うん、だから短いバージョンでやったんだと思うんだよね、うん、だからどっかでその当然のことながらあの苦肉の作感はあるんだと思うわけ。でもその苦肉の策を幽霊っていうこと で幽霊って言った途端にそのあの近年 その、チルヒッチの、まあ、問題系みたいなことと、うん、そのまんま結びついていくわけですね。そもそも幽霊っていうものをどうやって舞台に出すかみたいなことを、うん、あの過去の作品でもやってるわけで、だからそれはそのすごく興味深かったし、そのある種のやっぱりなんかあれはさ、そのリモート演劇批評みたいにもなってるじゃない、うん、他のリモート演劇っていうのはこういうことをやることによってなんかこうなんていうのかな、あぶり出されてくるっていうそのやり方、うん、あり方みたいなのがそれはすごく興味深かったですよね。だからあのなんていうのかな、よくあんなことを思いついたなっていうあのことは思ったですよね、うん、あのだからなんていうのかな、こうまああの岡田さんって常にそのなんかこうある種の条件みたいな、ある種の制限みたいなあの状況とかそのお題みたいなものに対して、うん、その単にテーマ、例えばテーマもそうなんだけど、テーマが強いてくるものっていうのが全部なんか方法論 のアップデートにつながるっていうタイプのすごい稀有な、うん、
あのクリエイターだと思うんだけど、それが今回も出たよね、うん、すごく。でもあれ、あのそうそう、未練と幽霊の怪物の上映の幽霊ですけど、あれ、まあ、その能の形式を演用してるから中に2つの作品があるじゃないですか、うん、ザハと、駿河、駿河でしたっけ、ザハがあの、最初だっけ、あのザハが最初で、まあ、あのオリンピックの話で、あとは原発の話、そうですね、文殊の話で、文殊の話、だから全然あのあれ脳シアターを元にしてるだけど、その脳シアターと全然違う話になってるっていう、あのあれはね、最初は脳シアターを日本版に変えるって言ったんだけど、あのテーマ自体も変わってるんで、うん、あのでもなんか、まあ、両方とも途中までで終わってるけど、うん、トータルでやると多分1時間半弱ぐらいあるはずなんで、そうですね、そういう意味では結構、まあ、岡田さんの他の作品フルボディに近いものとも言えるわけで、うん、まあ見応えあったなと思っているんですが、なんか僕、まあその、まあその、あれがこう上演された夕方の4時から大体まあ6時ぐらいの暗くなってくる時間と連動してるっていうことや、あるいはまさにそのオリンピックの問題、ザハの問題で扱っている意味で、まあ本当にその2020年の今にものすごいアクチュアルな作品だったと思うんですよ。だからそういう意味では、ちょっと上演版見たい。けれども、うんうん、まあ、今 の, そのコロナという状況も含めて今しかできなかったものがやっぱあれだというふうな感じがあるので願わくばあれでフルで見たいっていう気持ちも、うんうん、それは僕もすごく思ったね、うん、でかつその、まあ、あのいわゆるそのリモート演劇とかそのズームを使ったその画面分割、画面分割の中でこう今みたいにこう人が対面して物事を何か話すっていうスタイルにとはまた違うやり方で、まあ、あの作品を見せていたし、あと例えばそのこう、まあ、僕はこれ今 MacBook 使ってやってますけど、まあ、せいぜい13インチ、11インチから、まあ、すごいちっちゃい画面なんですよね。でもなんかそのちっちゃい画面の中でいかにこう見る側がそこでこう行われているこうパフォームされていることにいかにこう集中させるか、うんうん、集中力を、観客の集中力をどういうふうに演出していくかっていう意味において、まあ、あの机の上の形式もそうだし、あるいはその机の上に置かれたものの小ささとか、あるいはその画像の曖昧さとか、うんうん、はいはいはい、つまり情報量がなければないほど人が集中して見ようとするみたいな。リッチじゃないことを逆手に取るみたいな。だからな、そういったような、なんていうか、試みもあったので、いや、非常に、いや、素晴らしいなとも思うし、やっぱそこで岡田さんが考えているのは、つまり観客の位置というもの、観客っていうものを今の時代においてどう捉えるか、はいはいはい、そうですね、なんかそれをなんかやっぱ作品 の, その美学的な面と、あとそのスタティック技術的な面で見せられたという感覚がすごくあって、うん、いや、やっぱすごいなというふうに思っちゃったんですよね、うん、まあ、少なくとも、うん、そのなんかあのまあ、これに限らずその、うん、リモート演劇ってもの自体が、うん、あのそもそもやっぱり演劇における観客っていうものの存在のあり方に対して新たな証明を投げかけたのは間違いないですよね。やっぱりそのどうしてもそのあのてかまあそれは大前提だけど、その時その場に居合わせた人みたいな、そういうこうあの目撃者としてのあの観客っていうのが、でそれはなんかある意味ではそのなんか共犯者みたいになったりもするわけじゃないですか。そういうようなことっていうのがあの演劇のあるいは舞台芸術自体のなんかあの持ってるチャームみたいなあのもののそのあの一つのすごく大きなそのあのなんていうのかな、こう重要な要素になってたっていうことは、うん、まああるわけだけど、それがそもそももうなんか損ねられてしまった時にあのこういうそういうなんていうかな、こう画面の向こう側にいるみたいな、うん、あのことで、その画面の向こう側にいるみたいなことっていうのは、例えば別にあのコロナ以前から演劇を実際にやってるのを例えば観客が入りきらないからっつって、うん、なんかどっかでそういう、こう応援あの生放送みたいなことをやることはできたわけじゃない、うん、そういうことをやってる人だってきっといたんだと思うんだけど、うん、あのつまりさ、その
映像を介して、映像とネットを介して、そこの向こう側で見ることができるっていう時に、その多分演劇もそういうこともやっていかなきゃなんなくなった時にさ、うん、それがその他のものと他の同様のこととどこがどう違えられるのかっていうことがやっぱりあるんだと思うんです。まあ、映像作品とかをあの YouTube で公開しますよとか、あるいは単純に YouTuber の人たちがやってるようなこととか、でその時に多分一つ出てくるポイントが、その時間っていうか現在性みたいな問題なんだと思うんですよね、うん、だからそのこの間のその未練の幽霊と怪物もあれは生配信をしているわけで、4時ぐらいから始まってもう段取りも全部あって、でそれでこうあれってなんかあのプロジェクションマッピングでやってるらしいんだけど、うん、だからカメラ1台で、カメラじゃないか、その AC、プロジェクター1個でやってるらしいんだけど、でもそれを、要するにこう、まあ、1時間とか配信するわけじゃない。で、しかもそれは、こう、追っかけ再生もできないし、録画もされないっていう時に、そういう、なんていうのかな、こう、やり方で、やんなくても、本当はいいわけじゃん。他の、のことっていうのは。でも、それをあえてやるってことは、結局、その時っていう、うん、その時っていうことが、多分、重要なんだと。つまり、演劇の持ってるある種の現在性みたいなものっていうのが、ある意味では演劇の本質の一つで、うん、で、それはもちろん、たやすく、要するに動画で記録したりとかすれば、うん、反復可能になっちゃうんだけども、うん、でもそこで要するに今ある場所でっていうことを、なんていうのかな、こうそこが多分なんか作品の中で一つ肝になってるだと思うんですよね。でそれはさ、言っちゃえばそんなん本当は分かんないわけで、本当は失敗を恐れて全部録画してあったのをやって、もう本当は分かんないわけじゃない、うん、分かんないけど、多分そこの部分っていうのがすごく、僕は重要だと思ったの。うん、屋根裏ハイツって劇団がいて、うん、屋根裏ハイツが、How are you っていう、リモート演劇を、やったんですよね、2日間だけ。で、それも、見たんだけど、それも、基本的に2つ の, このリモート、まあ、これまさに Zoom でやってると思うんだけど、 Zoom でつながっている、まあ、男女が、まあ、Zoom を介し、おそらく Zoom を介して話をするっていうのを見せるっていうやつで、昼バージョンと夜バージョンの2回上演されて、うん、でそれもリアルタイムで、やってるだと思うわけ、うん、でもリアルタイムじゃなくても別に本当はそれってわからないだけど、でもまあ一応例えば5時とかのタイミングだと、なんか外でサイレン鳴ったりとかそういうのが聞こえてたりとか、そういうこうリアルタイム感っていうのはあるんだよね。うん、で、それ僕すごくまあ興味深く見たんだけど、それ終わった後のトーク、で、主催してる中村くんとかは、必ずしもリアルタイムじゃなきゃいけないわけじゃないんじゃないか、とも思ってるみたいなことを話していて、でそこなんかね、俺はいや、リアルタイムじゃないとこれ意味ないんじゃないのって思っちゃった部分もあって、うん、これやっぱり同じ時間に、つまり自分は今家でただ画面見てるだけだけど、うん、どっかでこれが上演されてるんだっていう、でそれは嘘でも、うん、嘘でもどっかで上演されてるんだっていう想像が頭の中にありつつ、目の前で起きていることを見ているっていう脳の状態みたいなものが、演劇の持っているすごく独特なあり方みたいなのとつながってるって思うから、リアルタイムであることっていうのが、すごく重要で、っていうかリアルタイムで起きるっていう、起きるフィクションだっていうことが、ほとんど他のジャンルと違う、唯一と言っていいぐらいの演劇の持ってる語りっていうものの、うん、特徴だと思うから、うん、だからそこはなんか、だからそれ意味でもその見れるのは、面白かったと思うんだよね、うん、やってんだろうなこれみたいな、うん、まあしかもね、カット割ったりしないですからね、そうそうそう、本当にワンショットで撮るっていうか、うん、
そうだから多分あれはさ、映ってる人たちはリモート状態になってるわけだから、うんうん、多分今やってるみたいに全部そのつないでやってるだろうと思うので、うん、つまり上演されてるわけじゃない、うん、つまり2回だけ本当に上演されたわけじゃない、短いバージョンだけど、うんうんうん、だからそれはその映像を介していてもそのリモートであっても実はやっぱり上演なんだっていう、うん、だから幽霊って言ってるけど幽霊が現存してたっていうことなわけじゃん、うんうん、そこはやっぱりすごくさすがにやっぱり考え抜かれてるなって思うよね、うん、まあ、なんとなくこうそれこそ10年前ぐらいとか もっと前かもしれないけど、盛りに批評の対象になってたニコニコ動画のこう弾幕の問題とか、ハマさん、はいはいはい、非同期ですよね。なんかそれとかをこうちょっと思い出すような、うん、そうですね、感じもあるんですが、まあ、でもやっぱり、まあ、ことほどさようにというか、やっぱりその演劇におけるその時間と観客の問題っていうのが、逆にそのコロナっていう状態の中で、改めてやっぱり考え直されているような気は、考えるその余地がそこにものすごく広がったんじゃないかなという感覚はすごくあります。うん、今はどっちかっていうと、経済的な問題、つまりその部屋、小屋をどう回すかとか、あるいはそのスタッフとかへの保障をどうするんだって、もちろんそれはものすごく重要なことなんだけれども、もしもそのコロナのこうなんていうか、ある種ステイホーム的なソーシャルディスタンス的な状態が3年とか5年続くとしたら、その3年とか5年がなんか文化が全てこう死滅するしてしまう時間としてではなく、なんかむしろその既存のフォーマットは確かにちょっとこう崩壊してしまうものもあるかもしれないけど、なんか少し長めのやっぱりなんかラボラトリーというか、はいはいはい、実験の時間、試作の時間というふうに考えることは可能なんじゃないかなっていうのは、まあ、若干能天気に思いもします。書き手としてはね、実際にコロナになって僕が書いてるものって結構これから行われる展覧会とか、確かにこれから上演されるものとかに書くことが多いので、ね、やっぱりことごとく なくなったんですよ。別にキャンセルされたっていうよりは単純にパタリとかなくなった、ホールドされたんでね。そういう意味では僕も困っちゃうなってことはあるんですけど、でもまあ自分自身もやっぱりそのコロナのある種自粛期間というのも、まあ、自粛って言い方も嫌ですけど、中でものすごい本読んだり、うん、ものすごくなんかいろんなこと、はい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 、そういうやっぱりなんていうかこうグツグツとこうなんか物思いにふける期間ではあったので、なんかそれがこうなんていうかな、その時間を得たものをなんかもう一度考えたいっていう気もするし、それはやっぱりなんか結構演劇っていうこう共時性とか共在性とか、うん、まあ、ある種のその、まあ、約束の芸術じゃないですか、はいはい、観客がいてこの舞台上、まあ、それは概念上もありますけど、観念的な舞台の上でどのようなこう約束が取り交わされ、はい、そうですね、どのようなリアリティが現実するかっていうことをお互いにこう確認し合う芸術だ、それはなんかちょっと今の状態だからこそ考えられるだろうなというのは、確かにね、確かにすごく思います、ね、いやそれ本当にすごくそのなんかなんていうのかな、こう建設的な、うん、考えで、っていうかそう考えるしかないっていうことももちろんあるんだけども、うん、その本当にその先が見えないっていうふうに考えたらマジ先見えないわけ で、うん、で他のこともね、もちろん演劇のことだけじゃなくあらゆることの先が見えないから、うん、だからこそその中でこうなんかなんていうのかな、要するに前と それこそさっきの島野君が言ったみたいに、そのコロナの期間っていうのがなかったかのように過去に戻るっていう、こうコロナの部分と前と後をこうピュッてつなぐみたいなことっていうのじゃなくて、ってかそういうふうになればいいのかもしれないけど、うん、ならない可能性の方が高いぐらいの状況だと思うので、うん、そうするとつまりこれはものすごく大きな芸術文化における演劇の問題だけじゃなく、芸術文化の問題だけじゃないけれども、ものすごく大きな、おそらくは不可逆的な変化っていうものの今渦中にあるっていうことを認めざるを得ないですよね。だからその認めざるを得ない中でこう悲観的になったり、そのすごくそのなんか絶望するっていうのはある意味では無理もないことだし、なんかなんだろう、それを避ける方法っていうのも難しい、つまりそこで本当になんかいやそんなことないっすよっていうのも無責任なことでもあるんだけども、うん、まさにだからこそ、じゃあその変化がその不可逆的な、たとえこう予想もしてなかった、そしてこう自分たちのせい
とは言えない、うん、その変化だとしても、うん、その変化少しでもさいい変化になるようにはどうしたらいいかっていうことを、うん、やっぱりみんなそれぞれのその部分で考えて言ってほしいし、そうしたら、うん、そのなんだろうな、こうっていうかもうそうするしかないし、それでなんかもしかするとその新しい面白さみたいなものっていうのが出てくるかもしれない。僕はもう本当にその常にその何か今までとは違ったものが生まれるっていうこと自体が価値だし、うんうん、意味があることだって思ってるので、それはたとえネガティブな条件の中でそうだったとしても、そこで何かが生まれたとしたら、生まれたもの自体はやっぱりその単に逃げを打ってるとか、うん、交代戦を強いられてるってことじゃなくて、うん、何か本当にそこで新しいものができるんだっていうふうに考えたい、うん、で俺が作る立場じゃないから、俺はなんかそのそういうの見せてほしいよって言ってるだけの係だけど、でも、うん、そういう気持ちはありますよね、やっぱね、うん、いや、むしろなんていうか、可逆性が生まれてしまっては困るぐらいちょっと思ってる。ああ、なるほどね、うん、さっきその佐々木さんがその震災とコロナではやっぱ大きく違うっていう話がされていて、もちろんそうなんだけれども、でもかなりの部分で近いところもある、まあ、僕はそのまさにその2011年の 3.11 を美術手帳の編集部で、あ、そう、本当に、うん、本当にこう机の下にみんなで隠れるっていうのを体験したんですけど、倒れたいっぱい倒れませんでしたけどね。でもほら、編集部って出版社の編集部って、まあ、大体の紙地獄なんで、そうね、紙はもう紙なだれみたいなのが起きましたけど、そうかそうか、でまあまあそう受けたんですけど、いや本当にあの瞬間っていうか、まあその福島の原発の事故とかがあって、まあ本当に日本終わるなっていう感覚をものすごく持ったんですよ、うん、まあ、ところが、ね、ところがそれはさまざまな理由によって終わらなかったっていう、終わらなかった世界線で自分すごい生きてるっていう感覚が今も実はあって、まあ、もちろんそれ終わらなくてよかったんだけれども、ただやっぱりこう本当に超巨大なこうディザスター、あるいはその破局みたいなものを迎えたとしても、このなんか人間の社会っていうものはそれをこう戻そうとする力が良くも悪くも働く。 3.11 の時はそれこそ、まあそれは日本の政府もそうだったかもしれないし、あるいはその日本がここで倒られては困るっていう各国の思惑、あるいはその金融的な株価みたいな問題もあったと思うんですけど、まあ、変わってもらったら困るっていう力がものすごく働いたわけですよね。でそれはなんかコロナにもやっぱり同様に働いてると思っていて、もちろんそのなんか維持することの重要さっていうのはある、継承していくことの重要さってあるんだけども、でもやっぱりその芸術っていうその中でちょっとこうある種特殊な時間を作りうる、あの特殊な時間の中で立ち上がる概念みたいなものの中においてはやっぱり可逆的ではあってはちょっと困るなっていうところがあるんですよね。だからもしもこの3年後とかにこの状況が終わった後に、例えばその演劇の作品で、まあ、もちろん劇場を使う作品もあると思いますし、そこでなんか まあ、ある種例えば俳優、まあ、それ日本の演劇っていうふうに言っちゃいますけど、まあ、例えば俳優さんとそこで出会えるってことがものすごく大きいとか、そういうこうある種の今までずっとあった劇構造が単にその復活するだけ、単にその戻ってくるだけでは、うんうん、やっぱりまあちょっと面白くない。もちろんその価値は認めますけどね、その価値は認めるけれども、やっぱりこのコロナってものを経た後にどのようなこう感覚を自分たちは得ているか、でその感覚っていうものをどのようにこう忘れずにこう更新していくことができるかっていうのが、まあ少なくともこの極めてマイナーなものジャンルに関わっているものの、まあ、使命とまでは言わないけど、まあ、なんか呪いのようなものような気もしていて、うん、それはすごい考えるところですね。うん、いや、なんか、いや、もう全く本当にその通りだなと、うん、思うよね。そのなんかさ、例えば僕、まあ、いくつかの大学で教えてるんだけど、で当然今全部リモート授業になっていて、でこうだから4月からそうだから、まだ1回もリアルに会ってない学生とかいるわけだよね、うん、で、まあ、いつか会おうよとか、オフ会とかやろうよみたいな話とかもするんだけれども、うん、そのじゃあその例えばアメリカとかの大学はもうこれを機になのか何なのか、もう基本授業はほとんどがオンラインでやるっていうふうに変えていってるわけですよね、うんうん、でその
それは、もちろんだから、それがまだら模様に混じっちゃうと、うん、学生がすごい大変だから、あれだけど、僕はまあどっちかというと、もうかなりオンラインに慣れちゃったので、うん、オンライン授業がもうデフォルトにして、で、こう用事がある人や対面の必要があったり、こうミーティングする必要がある人だけキャンパスに行くっていう風に、うん、してもいいと思うわけ。うん、そういう方がむしろいろんなことの可能性が広がるっていう風に思うですよね。でも例えばすごいベタな話、自粛期間中にやっぱりこう自宅待機っていうか自宅で仕事をするっていう風にこう大きくいろいろこうあったわけじゃない。でも一方では そういうことをするためのインフラなり環境なりが、うん、整ってる人だけじゃないよねっていうことがあるんだけど、うん、それだけじゃなく自粛解除になってさ、めっちゃすごい勢いでそれなくなっちゃったらしいわけですよ、うん、満員電車とかすぐ復活しちゃうし、うん、だから島根くんが言ったみたいに、やっぱり日本って基本的にはやっぱりなんか終わらない日常みたいな言葉があったけど、終わらない日常って結構反語的な意味合いだったんだけど、うん、日常が終わらないことがいいという無意識ってものすごく強くてさ、うんうん、だからつまり変わらないってことがいいっていう、うんうん、ことで、だからこそ、まあ、ぶっちゃけ小池百合子とか再選されちゃうわけですよ、うんうん、だからそれは何でもそういうようなさ、なんていうか変わるとか変えるってことに対してものすごく強いアレルギーが、うん、はっきりした形 でなくてもある国、他の国よりも結構それは強いと思うので、うんうん、だからどうしても演劇も早く前みたいにって言うし、うん、思うし、うん、それは作り手側も観客の側も思うし、で思うのは無理もないことだし、うんうんうん、それを思うことは何の罪もないことなんだけれども、うんうん、でもやっぱりなんかきっかけを与えられたっていうのかな、何か変えていったり考え直したり、うん、新たに考えるっていうことをそういうような神様のね、うん、まあ、全てにおいて神様なんだけど今回は、でも、うん、そういうふうに考えて、なんかなんだろうな、こう新しい演劇のあり方、あるいは演劇という言葉で呼ばれていたものがもう演劇という言葉じゃないものにさえなっていくのかもしれないっていうことの中で、なんていうのかな、こう創造性とかそういうものっていうのをどうやって発揮していくのかっていうことの方が、僕も見る方としてはやっぱり見たいなっていうふうに思うけど、で全く本当にそうなんだけど、でも現実に起きてることはさ、どっちかというと、なんか、うん、コロナによって、なんかその前にいろいろこう、なんか浮上していたさまざまな問題が、なんとなく隠蔽されるというか、なんとなくなんかちょっとこう、なんかふわっとした形になってるっていうことの方が現実だからね。うん、だからなかなかこう、我々が期待するようなことになるのかどうかってわからないけど、うん。難しいところですよね。でもなんかまあ、もちろんコロナとかも、あるいは3.11 の最初の地震ももちろん天災っていう意味では、まあ、神様の所業みたいなことなんだけど、例えば今トランプがアメリカでオンライン授業をやっている大学ので全部オンライン化した大学の学生にはもうビザは出さんみたいな、留学生をね、留学生を国に帰らせるっていう、うん、だからやっぱりそれはまあ多分トランプの今後の大統領選に向けてのいろんな布石だと思うんですけど、いや、そうでしょう。最初にこうサイコロを転がすのは神様かもしれないけど、やっぱりその後にいろいろやるのはやっぱり人間の所業であって、うん、そうですね、で、まあ、そのことはなんか忘れずにいたいし、逆に言うと、まあ、人間だけがその後に関与できるとも言えるわけで、だからまあそれはやっぱり芸術というのが、まあ、人間のなんていうか栄誉というか営みである限りにおいては、なんか何らかの方法でこうそれにこうなんか打開することとか、あるいはなんか責任を取るとか、なんかいろんなリアクションはおそらくできるだろうなというのは、まあ、ちょっと思う、うん、そうですね。なんかさ、てか今本当に話してるのを聞いて、思いついたことみたいなことだけども、うん、
演劇の人って、演劇の人っていうか演劇もいっぱいあるけど、その小さな僕が言ってる小さな演劇的な世界の人って、多くの場合別にコロナ以前から、観客の、数もっと増えたらいいのにな、でもなかなか増えないよねっていう、そういうことがあったわけですよね。で、その常にやっぱりこう小劇場的な世界で、その観客をどうやってこう確保するかとか増やすかっていうことがすごい大命題だったわけじゃない、でそれだからこそ僕とかのなんかツイッターとかもなんか多少こう影響力があるみたいなことになると、なんかわかんないけどこう初日アフタートークに呼ばれるみたいな風にこうなっていくわけじゃん。でそれはずっとそうだし、ますますそう、今後もそうだと思うので、そのだからこ そ, そのこういう状況になって、例えばネットなりなんなりとか、その要するにその場に来るっていうことじゃない形で、その作品を共有することが授業することが可能だっていうことは、ちょっとチャンスだと考えることもできると思うんだよね。だから僕本当に普通にそのなんかライブ配信とか、演劇をその本当に無観客配信とかもう結構やってるけど、それすごくいいことだと思うわけ、でそれはその見たことない人が、あとちょっと劇場にまで行くのちょっとなって思ってた人が、なんか見れるじゃない、そしたらあれ何こんなに面白いんだって思って、でいつか劇場でやるんだったら行ってみようかなっていう、でそれ僕がそうだったから、僕は本当にそのさっきも言ったように、っていうか本にも書いたように、ずっと演劇のそういう劇場とかに行くこと自体がどっちかというと好きじゃなかった、なんかこう怖いとかアレルギーがなんとなくこうリアル人間ボディアレルギーみたいなのがあって、だったんだけど、それを最初3月に過去の DVD で見たら、DVD で十分面白かったから、逆にその後その行くことができたっていうことがあるんで、それはだからピンチをチャンスみたいなことではあるけれども、そういうようなことを考えれば、一つは結構その別にそのオンラインだけじゃなくてさ、例えばウンゲツイーファーが、その本橋君のウンゲツイーファーがちょうど来週ね、吉祥寺シアターで毎日ライブ配信演劇をやるらしいんだけど、それと別に手紙の演劇やってて、手紙が送ってくるっていう、でそれも僕ちょっと体験したんですけど、すごい昔ね、寺山修司が初回演劇とかやったんだけど、それとやっぱりある意味でちょっと似てる、手紙を送ってきて、それに指示に従ってみたいなやつなんだけど、そういういろんなさ、こう参加の仕方、つまり観客っていうものが、今かつてはやっぱり演劇の観客っていうのはある意味ではものすごく、そのなんていうのかな、一種性別されたものというか、見る気があって、見る機会をちゃんと得ることができて、なおかつその金を払ってみたいなことじゃない、それはすごい広がるわけじゃん、でただもちろんその無料でやってたら全然それがマネタイズできないというお金問題っていうのはもちろんあるし、そこをかなり考えないと難しい、その生配信とかも、例えばスクールなんかは今のところ一切無料でやって投げ銭にしてるんだけど、その今って PTX とか使ってその URL を配信してとかってすごい増えてるじゃない、でそれはそれですごく僕は全然お金取っていいと思ってるんだけど、でも一方でその急にこうなったからインフラがきつくてなんかサーバー落ちたりとか、動画がすごい止まったりとかっていう事件もすごい起きてるらしく、だからそこは本当になんかいろいろそのなんていうのかな、単にそのやればいいってわけじゃなくて、さまざまな環境とかそのインフラ作りとその一緒にやらなきゃいけないけど、でもそこはなんかいろいろできるんじゃないのっていうか、っていうかそういうふうに考えた方がいいよねって、それでこう、むしろもしかするとそれこそだから、例えばさ、こうスクールはね、スクールってその島田君も何度か来てくれたことがあると思うんだけど、まあ5、60人入ったら超満員
なんですよ。まあ、めちゃくちゃ頑張っても7、80、70人ぐらいしか入れられないね。うんうん、で、だからちっちゃいところなわけじゃない、うん。ところがさ、そのスクールのライブ配信をやると、100人ぐらいの人が見てくれたりとかすると、うん、もう、本当のライブやるよりも見てる人が多いってことになるわけだよね。うんうんうん、だからそれは、その、もちろん本当はそのスクールでやりたいけど、うん、それは一つの、なんか、なんていうの、ポジティブな結果じゃない。だからそういう、こう、小さなことでも、その、このピンチ、あるいはピンチが普通になっていってしまうかもしれないっていうのを、やっぱりなんかどっかで逆手にとって、いろんなことをみんな思いついていくようにしてほしいですよね。うん、っていうか、それしかなくないっていう。うん、いや、だから、その、さっき、次のその言葉とが演劇特集っておっしゃってたじゃないですか。で、10月発売って言ってて、でもその雑誌とかそのテキストっていうのは、どっちかというと二次的なもので、まあ、感激レポートにしてもレビューにしてもそうですよね。うん、遅いですからね。うん、でも、やっぱり実際にその立ち会えなかったり会えなかったりっていう状況の時に、またそのテキストとしてアウトプットされる演劇の代替物とかみたいなものの意味合いってものすごい変わってくると思うんですよ。うん、まあ、だからお話聞いてて、むしろやっぱりそのコロナを経て10月に言葉とで演劇特集をやるっていうのは、むしろいいことだというふうに僕は思うし、むしろそれがなかったらひょっとしたら単に漫然とこう演劇っていうものを扱うものになってたかもしれないから。うん、ああ確かに。いや、うん、言葉等の演劇特集は、といっても別に、例えば見るべき演劇ガイドとかあるわけじゃなくて、小説の雑誌なので、うん、まあ、何人か その比較的若手 の、うん、演劇作家の人たちに短編小説を依頼していて、うん、でもう実はいくつか届いているんだけれども、うん、で、そうするとさ、もうさ、まあ、これ誰とは言わないんですけど、うん、もうすでにそれコロナの、中で書いてるから、うん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 、コロナのことテーマになってるんだよね、うんうん、その小説自体が、うん、だからそれってこう図らずもやっぱりこれも、うん、ドキュメントになっちゃうわけですよ、うん、その今みたいな状況になると、うん、だからそれがどう受け取られるかわからないけども、でも僕は本当に単純にその僕が非常にこう有望だとか優れてるとかこれからも見ていきたいと思っている演劇の人たちに演劇作家の人たちに小説を書いてもらって、でその小説が面白かったらその人が作ってる演劇にも人興味を持つかもしれないじゃない、うん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 、だからそういうその発想でまあやってるので、うんうん、まあちょっと本当タイミング的にはそれをこう依頼してる渦中からどん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 状況はまずいことになっていて、うんうん、言葉と創刊号自体が4月の半ばに出て完全な自粛期間の中で出たんだけど、うん、だから本屋も開いてないような状態で、うん、まあ、出たけど、でも創刊号だったこともあったし、そのやっぱりすごく話題にもしてもらえて、実はかなり売れたってことがあったんだけど、うん、その中でじゃあ次は演劇だっていうのはなんかこうなんていうのかな、こうまあ、僕は割とすごい面白がって楽しくやってるんだけど、うんうんうん、でもなんかこうチャレンジに次ぐチャレンジみたいな感じの、要するに結果がどうかわからないっていうことはちょっと感じてはいますけどね。うんうん、まあ結構ね、もう2時間喋ってきたんですけど、もうあと少しで、締めようかなと思ってるんですけど、ね、はい、まあちょっと、はい、まだ全然話し足りないといえば。そうですね。本当にいろんなテーマがありますが。はい、やっぱりこうコロナ、の話題はどうしても しなきゃならないことだし、そのなんか我々はさ、その演劇の中のメインプレイヤーではないわけだけども、うん、でもやっぱりその中でにこうもうほぼ半ば入っちゃってる人たちとしては、やっぱなんかこう思うことっていうのをこういうような形でこう口にするとか人に聞いてもらうみたいなことって、まあ、ないじゃない、てかないわけだよね、うん、だって人前に出れないから、うん、だからそれはこれはすごくいいことだとは思っていて、うんうん、まあ、あとだから何ですかね、こうもうちょっとコロナから離れた部分でも演劇という世界が、うん、これからどうなっていくといいなとか、どういうこと、うん、どうあるべきかとまでちょっと言うと上から目線だけども、うん、そういうような話を、まあ、最後の話題にしようかなと思うんですけども、うんうん、お、なんかあれかな、いや、まあ、テレパシーで会話してるのかな俺と。そうなんです、
まあ、さっきその話したようなそのコロナを受けて、まあ、いかにこのコロナの状況を忘却することのない演劇ないしは芸術のフォームみたいなものを作れるかっていうことが一つかなとは思います。なんかこうあるべきとかこうなったらいいなっていうことは実は正直あまりない。あ、でも一つ言えるのは例えばそのハラスメントのこととか、あるいはそのまあ男女だけじゃないですけど、その性別によってこのなんていうか活躍の機会とかがこう不均等になるような状況っていうのは、ジェンダーバランスの問題ですね。ジェンダーバランスのこととかっていうのは、よりなんていうか真剣に多くの人が当事者性を持って考えるべきだなというふ、そうなるべきだなというふうには思いますし、思います。だからでもこれって結構その僕らが関わってきた芸術とか僕らがこう読んできたテキストにも関わってきてくることで、うん、まあ、要はそこでこう紡がれてきた言葉とかこう見てきた歴史観っていうのは、まあ、やっぱり男性には偏ってきたものだと思うんですよ、うん、間違いなく。それは何ていうか文体にも表れてるし、あの扱っているトピック視点の角度で、だからこれをなんかもっともっと広げていく、もっともっと拡張させていくものとしての何ていうかその、まあ、ジェンダーバランスのことだとか、あのもっとなんかな、難しいですけど言葉選びますけど、自分とは異なる価値観や自分とは異なるその体系の中で生きてる人たちといかにこう出会うかで、かつその出会うためにどのようにしてこう橋とかあるいは門みたいなものを築いていくかっていうこと、なんかどう開いていくかみたいなことは、まあ、やっぱりちょっと考えていきたいですね。まあ、それは自分がやっぱりそうやってなんていうかその発信する通路を作ったりする仕事だと思っているので、だからなおさらそのことは思うっていうのは強くありますね。そういえばあの島崎くんが今日迎えるにあたってそのツイッターでその連ツイしてくれてた時の中に、その文章の中に、その僕は実はあんまりその意識してなかったっていうか、よく分かってなかったんだけど、その、あの、小さな演劇の大きさについての、その、3部を読んでいくと、その暴力っていう問題を扱っている作品が、あの、まあ、いくつか出てくるっていう、あの、ことへの、その、なんか研究があって、で、その、それは、まあ僕はね、別に自分が作ってるわけじゃないから、その、たまたま見たものがみたいなことにやっぱりなってきちゃうわけなんだけども、特にね、その今回こう、あの、入れた、あの、ものということで言うと、匿名劇団っていう、関西の劇団、これは僕ね、あの、ちょっと特殊な、あの、神戸アートビレッジセンターの、あの、連続の企画みたいなので、その、連続上演企画の、あの、なんか、なんていうかな、こう、見に行って、あの、何人かの人が、その公演を、そのシリーズの公演を見に行って、劇評を書くっていう、あの、企画の一環で、あの、初めて、見た匿名劇団って全然僕知らない劇団だ、東京でも公演をやってるんだけど、知らない劇団だったんだけど、あの、で、なおかつその KBC の、 あの企画では、結局僕はこれしか見に行けず、これしか、あの、劇評は書いてないんだけども、で、まあそれを本に入れたんだけど、これ大暴力っていう、あの作品で、あの、すごい面白かったんだよね。すごく面白くて、で、それは、あの、レビューの中にも書いてたけど、その、ある演劇、劇団がある公演の、その、あの、稽古をしていくっていう、で、その作品自体が暴力っていうテーマで、さまざまな小さな、あの、ちょっとコント的なものも含めて、あの、オムニバス的に暴力、大きく暴力というものがテーマになったことを、あの、上演をするっていうので、それも中に入ってくるのね。で、それが一個一個完結してるんだけども、その外側にそれの稽古をしている劇団っていう、あの、設定があって、で、僕は全然知らないから、あの、最初の方で、その、役者さんたちが、あの、急に自己紹介するシーンがいっぱいあるのね。で、その自己紹介、本物の自己紹介だと思ってて、ただ、全部役名で、あの、だからそれ自体も全部もうフィクションなんだけど、つまりこう二重構造になってるんだけど、で、その中で、暴力をテーマにした演劇を稽古している劇団の中にある、暴力の問題っていうのが、あの、それは、演出家と役者
との間の関係であったり、うん、役者同士の関係であったり男女の関係であったり、うん、そのさまざまなんだけども、それが別にそのあからさまな暴力ってことだけじゃなくて、うん、言葉の暴力やあのなんていうのかな、こう関係性の中で陰微に、うん、あの機能する暴力とかも含めて問題にされていて、うん、すごいね、あのよ、まあ、役者さんがすごく上手だってこともあるんだけども、うん、あのなんていうのかな、こうただあからさまなその例えば殴っちゃうとか、うん、あのいうことも、もちろんそれは もっと最悪なんだけど、でも、うん、そのもっとさ、なんかあのよくわからない嫌な感じみたいな、うん、よくわからない嫌な感じの暴力って呼べないぐらい の、うん、あの感じみたいなのっていうのがすごくうまく表現されてて、うん、あのかなりこうなんか面白かったのね、うん、でそれをこうで、しかもそれはやっぱり演劇というものが持っている、もともと持っていると言われていた、うん、その、まあ、演出家を、そのあるいは劇団 の、 あの中心人物をこう、うん、まあ、ある種 の、 その父とする、うん、あの家父長的な、うん、あのあり方であるとか、そういうものっていうことに対する、まあ、一種 の、 そのなんか批評みたいな。あの、あるいは自己批判みたいな部分ももちろんきっとあるんだと思うのね。でそういうのって、そのあのやっぱりなんかさ、こう演劇って、まあ、映画監督とかもそうなのかもしれないけど、その要するに集団的な芸術において、あのその、まあ一応長になるような人っていうのが、うん、あの持ってしまう、持とうとして、うん、仮になかったとしても持ってしまうようなある種の権力性の問題って、うん、そのあるわけだよね。あるし、うん、その演劇は特にあのむしろなんかそういうことが近年、うん、急激に問題になるようになったっていうことだけで、うん、ずっときっとあったわけじゃない、うん、でそこはその他のさまざまなハラスメントの問題とかと同様に、うん、やっぱ変えていかず行ってもらわないと、うん、あのなんかそういうこう要するにこう被害者が出るってことはあるわけで、うん、でそれが結構表にさ、パンドラの箱みたいに開いちゃった以上は、うん、やっぱりこう変わっていってほしいと思うし、だからこれは要するに作品以前の問題なので、うん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 、作品以前あるいは作品以後の問題だから、そこは本当になんかなんだろうな、まあちょっとね、そのもう時間もあれなのであれですけど、その、うん、あの島崎くんもあのいろいろこうそういう部分でもジャーナリストとして いろいろ発言やコミットもしているし、うん、だからそこもあのなんかなんだろうな、その要するに講演とかできない間にさ、みんな頭冷やしていろいろ考える人もいてほしいっていう気持ちはある。うん、まあ、あでもなんかこういうその佐々木さんっていう、こう書き手などの対話なので、ちょっと違った視点で言うんですけど、そのツイッターとか割とこうなんか表にっていうものはちょっと違う考え方で言うんですけど、あのもちろんその暴力の問題とかっていうのは、その演劇の美学とかその演劇が出来上がって構造の問題以前 の、 そのことなので、うん、その佐々木さんおっしゃる通りなんですけど、一方でそれをそのなんかその暴力っていうものが、まあ、例えばなぜ起きるのかとか、その暴力っていうものをめぐって人間がどういうふうにこう動くのかとか、どういうこう考えを巡らせるのかみたいな、さまざまなその視点っていうのを、その演劇する行為、演劇を作る行為、作品を創造するっていう行為の中で批評的に考えていくっていうことも、うん、あってほしいなとは思うんです、うん、もちろんそうですね。まあ、むしろやってきたことだしね、演劇、いくつかの演劇は。で、まあ、むしろ今はね、例えば愛知トリエンナーレのこととかもそうですけど、どっちかというとその芸術が持っている批評性とか、ある種のその、うん、自律性みたいなものが、こう世の中がこうだんだんとこう大きく変わっていって、例えば何かこう虐げられているものに対して声を上げなければならないとか、抵抗のための連帯をしなきゃいけないという時に、うん、どうしてもちょっとこう後退してしまう、後退する要因として取られてしまうところがあると思うんですけど、うんうん、はいはい、もちろんそう、もちろんそうなんだけども、同時にやっぱりそれをこう担保し続けて考えて居続けられるのも、まあ、僕らの側というか現実に立っている側なので、うんうんうん、やっぱそのことは何というか考えていかなきゃいけないなと思う。でその意味で、まあ、僕もそうこの本の中でその暴力を扱っている作品がなんとなく現れてますねといったものの、もちろん体系的に見てるわけではないんだけども、うん、例えば
贅沢貧乏とか、その近年こう注目されている劇団が扱っていることも、まあ、ある種の、そのなんか暴力のチューニングみたいな、こう暴力みたいなものが起きる時のなんか力学とか、あるいはそれに対してどのようなこうセンサーシップを発揮させていくかみたいなことを扱っているものがとても多い気がするんですよね。で、それは何か、例えば SNS みたいなものがこう台頭してきて、そまあ、の、エト君とかが作ってるものもね、かなりそういう部分あるよそうね。思います。僕もなんかこれは演劇ではないで見ただけなので、綾戸さんが全体としてそういうことをやってるかわからないけれども、でもやっぱり何かそう、こう暴力の予兆だとか、こう暴力が発現する回路みたいなものに対して世代的にものすごく敏感になっていると思うんですよ。それは何ていうか、ある種こう動物的にこう勘が働くようになっているというか、だからそのことをどのように捉えるか、ポジティブな面ももちろんあるけど、同時に何かネガティブなもののように気がする。例えばそれは同調圧力っていうことにもつながってくると思うし、暴力が発露を恐れるあまりに結果的にこう暴力的なことになってしまうみたいなことがあるわけじゃないですあると思うね。か。だからなんかそういったことをなんていうか、パブリックに開かれた考え方と結びつけて考えるっていう回路も一つ重要だし、同時にそれをやっぱりなんていうか、まあ、芸術のやり方でというか、そのことで考えていくっていうことをなんか見ていきたいなっていう気が、一書き手としてはとてもありますね。だからちょっと、あんまりなんか作品見てないからあれなんですけど、その部分が割とこう、ちょっとおざなりになってる気がするんですよ、作品。おざなりに扱ってる作品が多い気がする。つまり単純に感覚的に忌避するだけで終わってしまうみたいな。それはなんかある世代の作品に対するちょっと物足りなさかなっていう気がするんですよね。なんか、これはその演劇だけの問題じゃなくて、まあ、まさにね、おそらくは3.11以後に、こう、10年ぐらいかけて、様々なに日本社会が、変化、変質していくっていうことの中の一つのね、問題っていうか一つのことだと思うんだけど、あと日本だけの問題じゃないと思うんだけど、僕はよくすごく思うのは、いわゆる、こう、ポリティカリーコレクトネスというか、政治的に正しい、あるいは倫理的に正しい、っていうことって、何が正しくて、何がまあ正しさとは逆のものであるのかっていうことの、ある種の正解っていうのは、結構はっきりしてると思うわけ。はっきりしてるからこそ、もちろんそれを絶対に認めないっていう人も出てくるんだけれども、そういうようなことっていうのは、まあ、これ要するにもっぱら、まあ、アメリカとかのがやっぱり一つのモデルになるわけだけども、要するに PC っていうものは、正しいんだよね。PC で良いとされてることの、ほぼ全てを、僕ももちろん同意するし、しかもそれが、未だ果たされていないっていう、未だ十全には果たされていないっていうことも、もちろんそうだと思ってるわけ。で、思ってるんだけども、もう一方で、じゃあ正しいことを、ただ正しさの次元で言い募れば、その正しさというものが、まだ正しさを分かってない人たちに伝わるのかというと、そこはすごく難しい問題で、まあこれ本当になんか僕の割と、なんかもともと持っているある種の、こう、なんていうのかな、一種の疑い深さみたいなこととも関係あるんだと思うんだけど、僕なんか PC マーケティングって最近よく言うんだけど、つまり PC って結構すぐ予想を得ちゃうので、そうするとそれをすごく喜んでくれる人たちがいて、で、その人たちは善良で誠実で正しいだけれども、そこでなんか閉じちゃうっていうことがやっぱり、すごく怖い。むしろ怖いことな、怖いっていうかなんかこうなんだろうな。それって、本当に重要なのは、そういう、こう、ある種の政治的な正しさ、本当に正しいと僕も持っている、本当に正しいと思える政治的な正しさを共有できない人、いや、まだそれに対して全く無知な人にどういうふうに語りかけるのかっていうことなんだと思うわけ。でもそれはさ、例えば、単に語りかければ伝わるわけじゃないよね。だからなんかさ、ちょっとこう話、あれ、広がっちゃうんだけど、アイシュトリエンナーレの問題もそうで、アイシュトリエンナーレの問題がすごい厄介なのは、例えばさ、アイトリなり何なりで、こう、
まあ、大きく扱われているようなこの現代アートと言われるものっていうのをさ、うん、全く理解しない人に、うん、その全く理解しないし、そんなの意味がないよとか言っちゃうような人に、うん、いやそんなこと言わないで見てくださいよと、うん、ちゃんとちょっと一回見てくださいって言って見るじゃん。で見たら全然わかんないわけよ、うん、全然わかんない。いやでその人はもうさらに、いや見ろって言われたから見たけど、こんなの全然意味がないっていう風になるとするじゃない、うん、でそうするとさ、うん、それに対して今度は言えることって、うん、あなたはこれの価値が分かってないかもしれないけど、あなた以外に価値が分かっている人が、うん、あの存在するので、その人たちに対してちゃんと、うん、あのその人たちのことも認めてるべきなんじゃないんですかっていう風に言うしかないじゃない、まあ、話を移し替えていくしかないっていう。そうでそうするとさ、その人は何て言うかっていうと、うん、ああそうなんだ、じゃあその人何人いるのって言うんだと思うわけ、うん、これが僕は芸術無理解のジレンマだと思うんだよね、うん、だからこうあのしかもその人はさ、その人はもう分かる気がないわけよ、うん、分かる気がないし、分かったら負けだとまで思ってるとするじゃん、うんうん、そしたらさ、その人に対して何とか分からせようとする努力っていうのはものすごく虚しいものになってしまうわけだ、うん、でもそれをやるしかないっていうふうに思う真面目さっていうのもあるよね、うん、だからそこでそのじゃあどうすればいいのかっていうことになった時に、うん、一個はあのとにかく増やしていくしかないと思うわけ、うん、それは分かる人を、うん、分かる人を増やしていくしかない。だからやっぱりこれは結局芸術って基本的には教育の問題だと僕は、うん、教育とか啓蒙の問題だと思っていて、うん、あの何にもそういう動線を引かなかったら、人はこうあの多くの芸術文化がなんで面白いのかとか、なんで存在しているのかっていう理由わからない人っていっぱいいると思うわけ、うん、でそれはさ、上から目線とかそのハイアートがどうこうとかってことじゃなくて、うん、ある種の幅としてさ、こう高い低いじゃなくて、うん、ある種の幅としてそういうことを共有させるには、うん、やっぱり教育みたいなことが重要だし、うん、その中ではどうしても理解をする気がないし、理解するしたら負けだし、理解をするということに対して敵対しようと思っている人たちに対してのアプローチよりも、そうじゃないさ、人的リソースとか知的リソースをまだそうじゃない人たちの方に向けた方が健全だと思うんだよね、うん、でもそれってなかなか難しい、もちろん難しい。あと一番大きな問題は時間がかかるっていうことで、だから演劇とかも本当にさ、そういうこうあのなんかの問題があった時にね、ってかどんな問題でもいいんだけど、まあ、すごく重要な問題、うん、その重要な問題に対してこうあるべきだとか、これが正しいんだっていう時に、もちろんそれにも異論はあるんだろうけど、うん、まず一つあったとすると、単にそれをさ、じゃあ例えばなんかだんだん話盛り上げていって、演劇の一番最後でそれを高らかに歌い上げたらそれ分かってくれるのかっていうと、多くの人はそれをもともと分かってる人が、うんそうだよねって言うだけになっちゃうわけじゃない、うんうん、だからやっぱり芸術とか文化ができることって、うん、そのメッセージじゃないんだよね、ってかメッセージなんだけど、うん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 、そんなに単純なメッセージじゃなくて、うん、絡めてっていうことが重要なわけ、うんうんうんと僕は思うわけ。つまりこう説得される気がないのに説得されちゃうっていうことをどうやって起こすのかっていうことなわけじゃない。そんなこと全く考えてもいなかった、下手すると真逆の考えを抱いてた人がある作品を見終わった時に劇的に変わってるっていうことがどうやったらできるのか、それは単に耳元でこれが正しいんですって言い続けることじゃないよね。だから本当にその時にやっぱりすごく頭を使う必要があると思っていて、うん、そういう演劇でもそういう演劇ってやっぱりあると思う、うん、あのそれはだから例えばその、まあ、もっとこうもう少しこう柔らかい言い方で言うと、その何かの主張とか何かのメッセージをこう訴える、つまりこうこの作品は何が言いたいかというと、これが言いたいんですってことじゃなくて、うん、その問題について見た人が自分の頭で今までとは違った形で考え始めるっていうトリガーにどうやったらなるのかって、これ別にあの演劇だけじゃなくて何でもそうだと思うんだよね、うん、それができる演劇ってむしろそれって他のものよりもやりやすいんじゃないかと思う部分もあるわけですよ。それこそやっぱ観客との関係性の問題も含めて、だからそういうのが
やっぱり見たいし、そういうものがあると興奮する、うん、あのでももう一方で単に分かりやすく正しいことを正しいって言ってるだけのものを見ると、ああそりゃそうだけどでっていう気持ちにもどっかなっちゃうことがあって、うん、それやっぱり両方で、それを才能と言ってしまえばそれまでだが、うん、才能だけじゃない心構えの問題だよね、うん、いや話が終わらないですねこれね。いや終わります、もう終わります。あのじゃあ、だまとめに向かうような、あのもうまとめよう、リアクションを、リアクションになるから。でもあのそう、いやすごい思います。で、あの僕はあのそう、これはなんかぜひ話さなきゃと思っていたのは、その佐々木さんが今はあまり多くはやってないですけども、かつて、まあ、今スクールって場所がありますからですけど、かつてそのあれどこでしたっけ、渋谷のオンエアイーストじゃなくて、あ、オネスト、オネストライブハウス、ね、そう、オネストですごいイベントを打ってた時期があって、あのエクスポナイトとか、はいはい、やってました、ね、やっぱりあれに触れた経験は自分を大きく変えたなとやっぱ言わざるを得ないんですよね。あ、めちゃくちゃでしたからね。めちゃくちゃでしたよ、あれ。なんであんなに人いるんだよっていう。今絶対できないよね。絶対できない。密どころじゃないで。あの時でそれは同行してたっていう。でも、あの、例えば、アメヤノレミズさんと、吉松剛造さんと、うん、あと、まあ、インスタレーションという形で、シガリエゴさん関わってましたけど、の作品があって、あれはやばかったですね。ね、あれ言っていいんですかね、オネストのフロアにバイクを入れて、あのバイクがさ、あのオネストって6階と7階だから上がらなくて、うん、あのエレベーターに入んなくてさ、であれ階段で上げたんだよね。それもすごいですね。あのっていうか、まあいろいろこうね、ちょっと言えないことが多い、今はもう終わってるからあれだけど、うん、まあ本当にすごい、うん、あの無茶なことを、その、うん、あの今の話に限らず、うん、まあ、いろんなことやってましたね、確かに、うん、でその、まあ、バイクが、まあ、オネスト あの空間の中でエンジンかけるんですけど、まあ、それで、まあ、あるトラブルが起きて、あの観客全員が、まあ、あるこう苦しみをこう共有するっていう瞬間があって、まあ、本当にトラブル以外何もでもないんですけど、でもだからそういうこうなんていうかな、かなり絡めてというか、尋常ではない、あれ絡めてなのかな。でも尋常、ある種自己的なね、尋常ではない、その出会いっていうか共有とか、その体験の事件だよね、事件そう。でも事件によって何かこう我々が何かを得たみたいなことあるわけですよ、教訓とかじゃなくて、うん、なんかまあ世の中にこういうことも起こりうるみたいな、まあアメヤさんの中はちょっとそういうとこ ありますけど、はい、そうです。こういうことを起こりうることに我々は出会ったみたいな、でその後どうするかみたいなことは全て我々に丸投げされるみたいな、まあ、それも暴力性ありますけどね。でもやっぱりそういうところから得る、なんていうかメッセージというか非メッセージみたいなものがあったはずで、でやっぱそのそういうものを受け入れる度量として、例えばその佐々木さんキュレーションしたエクスポナイトとかあったし、あるいはあのそのエクスポナイトの前身である、かなりなんか狂った編集したエクスポっていう紙面があったり、やっぱ僕はそういうものとなんか出会うことで、まあ、佐々木さんというか、キテとも改めて出会い直したし、そこの中で紹介されてる作品、その中で書いている書き手とも出会えたという、まあ、だから本当にアンノーンミックスな状態と出会えたと思うんですよ、うん、はい、でやっぱりそのことの価値というのを今なんか本当に改めて痛感するというか、だから今年か僕もう40歳になったんですけど、あ、今40だったの。そうなんです。あ、おめでとうございます。 ありがとうございます、うん、なんか非常にこう神妙な気持ちになる年齢なんですけど、まあ、しかしなんか不惑あ、全然不惑ってないですけど、まとってますが、あのでもやっぱりなんかこの自分がこれからどういう書き手としてやっていくか、それは何らかの形で例えば世の中に還元されるものだとしたら、どのような還元の仕方があるのかっていう、その仕方のところから考えていきたいし、まあ、それをなんていうか非常にこうアクチュアリティを持って考えていく時期に自分が差し掛かってきたんだなってことを思うと、なんかなおさらやっぱりその佐々木さんや、まあ、佐々木さんだけじゃないです、それこそもう東橋のダンスクラッシングやった桜井健介さんもそうだし、クールをね一緒にやってる、うん、その ICC で中でサウンドアートという、本当誰が求めてたのかわからないけれどもおいおいでも先駆けてやっぱ紹介した畑中さんだとか
でもちろんそのフェスティバル東京の中ですごく戦いながらキュレーションしてた相馬千秋さんやそのアーティスト高山明さんとかもまあそうだと思いますよ、ね、そういう人たちのなんか活動というのはやっぱりすごくリアルで今感じられる。なんかそのことをなんかこのね本の中からもやっぱ感じましたし、まあ、今日の対話の中からも改めてな感じることができたなというふうに。すごい、さすが。思っておりますまとめるのうまい。なんかね、あの本当に島貫君と今日は話そうって、なんかある時ひらめいて、で、こう依頼して、今これになったわけですけど、本当になんかこう、やってよかったっていう気持ちに、ね、こうなかなか会えないので、その、うん、もう、こう、ね、会おうよって言って会うなんてほとんどないけど、うん、いろんなところで会ってきたので、だからそれは、すごくね、密度の濃い、最初ちょっと40分ほど、謎の停滞時間がありまして、それ本当にね、皆さんに申し訳ない気持ちですけど、でも、すごい、面白かったですし、あとその、島崎大輔という人が、僕はだから本当に結構長く知ってるつもりなんだけど、あとだからなんとなくのその人とから人隣もこう知ってるつもりでいるんですけど、でもその去年ら辺からのそのアクティビストぶりみたいなアクティビストぶりはもちろんその引くに引けないとか、うん、乗りかかった船とかそういう部分ももちろんあるとは思うんだけど、うん、ツイッターとか読んでいてもやっぱ島崎君やっぱねすごい信念がある人だなということを、うん、今更思うようになったら俺こういうやつだったんだって思うぐらい、うん、いやすごい立派だなと思うし、その中でその、まあ、40になったってことを聞いたからにはやっぱりこうよりなんていうのかな、もうだから単にジャーナリスト単に編集者ってことだけじゃない、うん、ちょっと謎の存在になってきてると思うので、うん、いろんなことを今日さあんまりこういう形で表に出てトークってやらない人なんですよって始まる前の打ち合わせで言ってましたけど、うん、やっぱこう喋ってても本当にこうどんどん表に出てほしいと思うし、あともう一個はやっぱりこれ前にもちょっと言ったことあると思うんだけど、だんだんそうなっていってるような気もするけど、やっぱなんてアクティビストとしてジャーナリストとして動きつつも、うん、ある長さのものっていうのを少しずつ書いていくように、うん、なっていってほしいし、そういうものが読みたいっていう、うん、島崎君が書いたそのものをもっと読みたいっていう気持ちに今日もさせられたので、そういうまあそのね、いくつもの車輪を同時に走らせなきゃなんないので、いろいろ実際には大変なこともあるかもしれないですけども、うん、そこは本当にこれは別にコロナのことじゃなく以前にから思ってたことではあるので、うん、そういう形でちょっと今後もますますのご活躍を期待してますし、またなんか一緒にできたらいいねっていうふうに思ってますね、うん、はい、いや本当光栄です。もうまあそのね、長いものとか単調みたいなものは本当こればっかりはっていう感じはあるんですけど、でも、まあ、むしろ僕の方こそ逆に佐々木さんのものを読んでいきたいとも思いますし、まあ、あとです、ね、佐々木さん本当去年とかで批評家やりますよ宣言ね、去年っていうかもうやめてね、もうやめたんですけど、今 X 批評家なんで、そう、元批評家っていう肩書き使おうとして、なんかそれちょっとやめてくださいって言われたりとかしてるんで、意味が分かんないかなって。だからそのあたりの本当はことも、本当はもうちょっと解像度を高くお話を伺いたかったんですけども、でも、まあ、やっぱりそういう意味でも、なんていうかな、多くの人がそれぞれの立ち位置を変えつつある昨今だと思う。ああ、確かにね。思うんですよ。だからそれはなんか時代の要請という気もするし、自分自身の意思という気もするし、その中で何ていうか何ができるかっていう、いかにできるかっていうことを、そうですね、うん、なんかね、この分かんない、この配信をどういう人が見てるか分からないんですけど、なんか10代とか20代でこう自分が何をすべきかとか、いかにすべきかとか、あるいは例えば芸術とは何かみたいなことって、まあ答えが出ないじゃないですか。まあ、答えが出ないがゆえにものすごくドライブ、まあ答え出したら危険だよね。うんうんうん、出せたら。そうそう、まあ、でもそのなんか、ある種の焦燥感がこうドライブにつながっていって、すごいいい作品というか、その時しか作れない作品出てくると思うんですよ。一方でなんか、僕らぐらいの年齢になった時に、なんていうか、そのさっき言ってた問いみたいなことが、もうちょっとなんか、ある具体性を持って出てくるような気もしていて。でやっぱりその時にどのような役割を果たせるかっていうことは、なんかやっぱりちょっとここ数年ものすごく考えるようになったなっていうのは、うん、だから
その考えのなんか枠のフレーミングの中でなんか新しいことしていきたいと思いますし、なんか、まあ、また健康を維持しつつ、はい、長くやるいろんなことがやれる体力を失わずにいたいなそうね、やっぱり 40になったらやっぱそのことも重要ですね、確かに。そうですね、いや、なんか本当にありがとうございました。で、こうね、もう一度出しますけど、今日のは実は小さな演劇の大きさについてのをダブったっていうね、うん、こういうこの、ピーバインエレキングブックスから発売中です、はい、ぜひ読んでほしいと思います、ということで終わろうと思ってるんですけど、はい、今俺気づいたらこれ終わるの、これ配信スイッチを土屋くんが押してるので、スクールの俺の画面上で切ることができないという、ズームは終われるから、ズームが続いちゃうみたいな、YouTube は続いちゃうのかなっていうか、よくわかんないですけど、続くけど退出すれば少なくとも我々の存在はいない、ね、そうですよ、そうです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 、だから、これから我々は相次いで退出しようと思うので謎のやり方、島根君、本当に今日はありがとうございました、はい、じゃあまた、ぜひ今度はリアルで、はい、どっかで会いましょう、じゃあありがとうございました、どうもありがとうございます、さようなら、失礼します、はい、はい、はい、ということで、これはね、俺が切って終わればいいんでしょうか、では今ね、もうすぐじゃあ、本当に長い時間ありがとうございました。じゃあそれからあと最初本当にですね、今日はもう配信できないのかなって思うぐらいの状況でしたが、なんとか、できましたので、見ていただいた方、聞いていただいた方、どれだけいたのか分かんないですけども、ありがとうございました。ということで、それでは、今日の配信をこれで終わりたいと思います。ではさようなら。